日大プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみ、よろしくお願いいたします。一つよしなし、この番組はね、何かを思うチャレンジということで、それを合言葉にお送りしている番組なんですけども、そうですね、先週その何かを思うみたいな話したら、随分いろんな、お仕事する関係者の方に、本当に何も思わなくなってるのって結構聞かれましたね。心配されて でやっぱ、ね、いろんなこと言ってくれる人います。それも結婚した方がいいよとか、子供産むとそれって変わってくんだよって。あ、そうなの。そうそう、もう自分のことじゃなくなってくんで、人間ってっつって、年重ねるとっつって、子供っていうのに一生懸命外に向いてくるから、自分のことあんまりどうでもよくなってくる時期で、子供とか結婚した方がいいよみたいな。ああ、それこそ本当チェンジした方がいいってことね。何かその環境を、そうそう、まあ、チェンジ、チャレンジですけど、チャレンジ何かもう、まあ、チェンジじゃない、チャレンジチャレンジね、うん、なるほどね。っていうのがあって、まあ、先週クジラさんがね、結婚披露宴の帰りに浮気相手、の家にいたっていう話をしたら、クジラさんが激怒ですよ。なんで？お前いい加減にしろ、お前何言ってんだ、お前のせいで、もしそれが嫁の耳に入ったら、今俺は仲良くなろうとしてるのにどうすんだってね。まあ呼び出されて怒られた。あ、そう。ああ怒られて。怒ってた。うん、でも最近なんか、可愛い女芸人を口説いてるらしくて。頼むぜ、なんかそういう情報も。あ、そう。で説教されました、クジラに。なんていう。石田純一さんのしくじり先生見たけど。共感したなーってクジラ言ってた。あ、精神は同じなのかね。あ、そうそう、だから、そうそう言ってた。もう言ってた。俺考え方が全く一緒、石田純一と。不倫は文化だって思ってるっつって。で、だからお前あれだなっつって、じゃああれだ、中石田純一だなって俺が言ったんだよ。うん、こうじゃない。したらクジラ言ってましたよ。うん、それも石田純一だろっつって。子でも大でもなくて。中だったらそれで石田純一だろ。で俺はそれには何も思わなかったけど、そのツッコミに対しては別にうまいとも思わないし面白いとも思わなかったし。ああ思わなかった。 でお前が、質問してただろうっつって、相当自分のこと好きじゃないと、自分に気があるって思ってデートとか誘えるっつって、お前はね天狗だよみたいな、あれモテるやつの発想だぞっつって、お前なんかがそんな発想しちゃダメなんだみたいな説教されて、怒られた。うん、でも女を口説くっていうのはなっつって、あいつにやっぱ説教されたあ、そう。俺はその女の子が向こうから来るってことはないから、必死に口説くしかないから、自分から行く以外のことをしたことないで、向こうも好きだなって確認してからデートしたりしたことなんてないみたいな。なるほどね、まあそれはそうかもね、確かに。で、あいつはそれ努力してるんだっていつもで、最近女芸人口説いてるらしい。いやいや、もうしなくていい努力じゃん。これも相当言うなって言われたから、まあ怒られるだろうね。もう怒られたらやっぱちょっと悪いことしたなとは思うわけ。いや何も思わない。なんかチャレンジしてないな。じーっと胸元とか見ちゃう、怒られてても。ああそう、まあじゃあ怒られるだろうけど、また呼び出し食らうかもしれないけど、かもしれない。何も思わないってことはね、思わないのかな。でしょうがないよね。そう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 、で何かそんなんで何かやっぱ口説いてかなきゃダメだっつって言われたね。ああそうね。だから何かしくじり先生もさ、いろんなタイプのしくじりの先生がいてさ、その何だ、岡本麻里タイプ、誰逃れタイプみたいな、本当にこう、もともとその隙がある人間の人がしくじってるパターンはこうすごく突っ込めるんだけど、なんだろう、その論理的にしくじってる人って、その大人だったりしてしっかりしてるから論が、なんかこう生徒側からこうね、やいのやいの言う感じにならなかったりするんですよ。だからついつい忘れちゃうんだよね。石田純一さんも、若林君も恋しないと色気が出ないよタレントとして、なんて言われて、ああ確かにそうだなってこう身に染みてくるわけ、人生経験もあるし。でオンエア見てたら、
でもあれだな、石田先生の授業はものすごい胸に染みちゃって、うん、本当に石田さんの言う通りだし、うん、石田純一さんは人が好きなんだよね、うん、だからこう、うん、いろんな人をこうと接したい、なるほど、ね、自分のことを話したいし聞きたい、うん、ですごい相手のことを考えるんだよね、うん、本当になんか、うん、その物事よりもその人が魅力的でさ、うん、聞き込んじゃったんだけど、うん、オンエア見た時、うん、だから結局その浮気した、うん、浮気をされた人に対して悪いと思ってるのかどうかを聞くのすっかり忘れてたなと思って、うん、ああなるほどね、うん、あまりにも論がしっかりしてるから、うん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 、もう基本的なところを忘れちゃうぐらいポリシーがあって浮気してたんだなと思っちゃった。なんかこう自分の中で道理がうまくいっちゃうというか。あ、なるほどね。そう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 、っていうのがあってさ。うん、うん、そうん。そうか。それはクジラさんにはあるわけ。そのね、自分のことが石原純一さんに似てるっていうさ。いや、全くないですよ。だってそう、責められる隙はあるわけだ、クジラさんは。ない。あ、責められる好き、うん、あ、俺から見た。あ、あるある。あ、うん、好きっていうか、もうその好きをさ、うん、つく気にもならないっていうかさ。まあ、例えばあいつはさ、親のマンション住んでるんで、家賃がないです、うん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 。で、浮気防止のために、風俗行くことにしたから、いい風俗教えてくれっ て、うん、言ってたね。で、この間初めて風俗行ってみたんだよ、うん、って、ね、3万の高級ソープに。いや、初めてが3万、うん、行ったね。で、その金どこから出てんのっつったの、うん、ゴルフ趣味ですしね、うん、クジラさんはゴルフ趣味で、うん、土浦のショーパブまで車で行ってますから、うん、自分の自社で行ってますからね、うんうんうん、そうそうそう、まあお金も持ってるし、うん、いや、聞かない、もうなその金の出所とか一切聞かない、うんうん、ああそういうことか、うん、そこやっぱり違うんだろうね、石田純一さんと、うん、ちゃんと、まあ、やることやってるっていうかさ、石田純一さんはね、そうよ、立派よ、立派だから、うん、そのだから中石田純一が中石田純一が、うん、中石田純一はね、うん、クジラさんのこと、そうそうそう、中石田純一はやることやってないからなんだろう、多分ね、やることはやってないですよね、うん、ただ、うん、この間クジラさんはやっぱり、うん、褒めてましたよ。褒めてた？うん。何を？三四郎とウエストランド。あいつらいいな、最近いいな、あいつら来るぞっつって。お前が来てないのに？そう。お前どこに来るんだろう？お前。俺だってお前あいつらの返しの速度俺たちの世代より全然早いから、うんうん、お前備えとけって言われたもん。うんうん、俺なるほどね、うん。アドバイスされた。あの開始の速度の速さは俺らの世代にはいないな。うん、俺らの世代の倍ぐらい速いから、俺なんかいじられてても遅いって言われちゃうもんね。うん、若林もお前備えとけよ。クジラさん。あのスピード感にみたいな。クジラさんは備えてんのかな。もうすげえいじられてんだって。三四郎とウエストランドは、上にだって、うん、自分たちがまくってやるんだって気持ちでやってるみたいだぞ、みたいな。うんうんうん、備えとけ、みたいな。やられるぞと。やられるぞ。食われるぞと。食われるぞ。どの辺の距離感で言ってんだろう、クジラさんは。同じリングインファイトしてんのか、それともなんかもう、向こう岸前から見てる感じなのかな。どういう立場なんだろうね、それ。なんか、うん、まあ、こんなこと言うのもさ、うんうん、本当に良くないかもしれないんだけど、しくじり先生なんかやりながらさ、うんうんうん、こういう質問の仕方したらもう一個奥まで話してくれそうとかさ、うんうん、多少考えながら質問したりしてるからさ、うんうんうん、こっちにもの、ちょっとこう、うん、そういう、ね、駆け引きありきの質問だったりするから、うんうん、その、俺の本心とちょっとずれてたりすることでも、聞いたりするじゃない、うんうん、はいはい、で、それを本当に俺の本心だと思ってあいつテレビ見てるから、お前のあの発言あれ、ダサいな、みたいな。やっぱ言われちゃうよね。申し訳ないっつって。あそこは謝るんだ、うん。そこを戦う気にもならない。戦う気になんない、別に。うん、関係ねえもん。クジラと俺別に関係ないから。まあまあそうだね。そう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 。へえ。なんか、うん、スペインかなんかの外国のビール飲んでたけど。
あ、そう、うん、生意気だね。ちょっと生意気で、うん、今なんか女芸人口説いてるらしいですけどね。なんだろう、もう、うん、そのくせ、まあ、言うなとか言うわけでしょ。まあ怒られたね、先週の発言は。うん、答えて俺もそれをばっかりは。それは答えた。うん、ほうほうほう。二度と言うのやめようと思って。うん、そのことについてはね。うん、家族のことについてはね。自分がその浮気をしてたっていうことに対しての反省、うん、罪悪感、うん、一切言葉に感じられないね。とにかくお前が言ったから腹が立つ。これでしたね。お前さえ言わなければ。うん、俺は、うん、今でもうまいことやってた。うん、俺結構なんか愚行剣っていう言葉でいいのかな、なんかこう例えば浮気してる人がいても、なんか芸人だったらなんかほんとあんま良くないかもしれないけど、ちょっと面白いと思う人間なんですけど、でそれをなんかその人の幸せや、その人の人生を楽しむ度合いを下げちゃう、つまり迷惑をかけたら、やっぱり、糾弾するべきだって思うような考え方してるんですよ。だから、タバコを吸いまくってる人は大いに結構なんだけども、その、副流煙を吸うってなると、それ違うんじゃないって思うの。うんうんうん。うん。なるほどね。そんなんあるじゃん。まあまあそうだね。わかる。だから、クジラの浮気に関して、あいつ浮気するのは別に俺知ったことじゃないの。うんうん。うん。そうだね。そう。だけど、いろんな人の時間とお金を奪ったから、あいつは。それはやっぱ糾弾されるっていうラインに入ってくるんだよね、俺の考え方で。なるほどね。うん。うんうん、だから、うん、お前も今なんか大会に出てるだろう。なんか、お前すげえなんかプールにいるだろう、今。プールにいる。プール、毎日プール。で、今度ライブやんのよ、俺たち。で、漫才をさ、稽古しなきゃいけないんだけどさ、もう何 ?2週間ぐらい。うん、仕事の後全部プール、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 プール。もう全然漫才のネタ合わせできてないんですよ、今。あともう、あさってだぞ、ライブ。うん。そうね。それは、オードリーの漫才の、に迷惑をかけてるから、俺はやっぱ糾弾しなきゃいけない。でも、もし、漫才の稽古にしようがなかったら、俺はお前のプールを糾弾しない。まあ、球団って言われても、まあ一応ね、私もなんか、趣味でね、遊びでこう言ってるわけじゃん。あれ遊びじゃないの？遊びじゃないわ。あ、そうなんだ。遊びじゃないよ、そんなもん。遊びで水入る。遊びじゃないわよ。遊びじゃないわよ、プールは。ちょっと歌ってよ。それだったらちょっと歌ってよ。お願いしますよ。例のやつでいいからさ、頼むよ、遊びじゃないの。うん、行きますよ。うん。てでってでで、てで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 、私はふん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 街角で、ふん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 なかった。全然知らねえじゃないか。いやサビまで行きたかったんだけど、ちょっと突っ込みたくなっちゃってさ。すまないね。遊びじゃないのよ、プールはだ。そうだ、遊びじゃないのよ、プールは、うん、はーですよ。いや今さ、うん、会社がさ、うちの軽ダッシュガレージ、うん、ステージですね。もうちょっと広いのよ、規模は、うん、ガレージじゃないのよ。こんなの、うちの社員本当に切れるからな、若林がガレージって言ってさ、いい加減にしろ、ね、冗談通じねえから。冗談通じないの、お笑いの事務所の社員が。常識を持ったタレントじゃないとやっていけない、うちの事務所。ふざけるなが、お仕事ふざけるなっていうことになっちゃう、ね、難しいね。難しい。今冗談で言ってんだよ、経済主が。いや、それはもちろん分かってるよ。うん、取ってくれないですね。月曜の事務所会議に上がるんじゃないか、議題として。若林はこんな言ってたって。天狗だっつってこと。まあ、それはいいんだけどさ。一回へこまそうっつって。うちのさ、うん、事務所はさ、最近俺のラップに注目してんの。もういいことじゃないですか。いい題材を見つけて、なんかこう、なんか、歌作って、なんかもう盛り上がったら面白いなみたいな。まあライブとかで歌うとかなんかあんじゃない、うん、楽しいじゃない、いいんじゃない、いいじゃない。で今のちょっと良くない、何遊びじゃないのよ、プールは。に俺が、ラップでお前がこう、そうコーラスとか入って、その、俺がそのサビの後にラップで入ってくみたいな。なるほどね。うん。ちょっといいコラボしようよ。もうね、歌詞ももう結構多い。ふん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 が。そうだね、うん。あ、そのまま行く。
そうそうそう。でも遊びじゃないのよ、プールは。はっはーみたいな、それ。あと入ってくる、ラップが。あ、その後ね。うん、なるほどね、うん。うん。遊びじゃねえんだよ、つって入ってきて。うん、うん。うん、なるほど。あ、いけるね。これ見えたな。うん。原曲のね、方々がさえ OK してくれれば。そうだね。うん。うん。まあ、カバー、カバー。私は、ふんふん、歌詞カードが、ふんふん。街角で、ふんふん。あ、いいじゃないですか。いや、いいと思うんだよね。うん。なんか、アルバムかなんか出した時に一曲ね。はいはい。入れといてもらいたいですよ。確かにそうだよな。コラボしたっつってさ。うん。なんか結構クジラさんはね、あの、うん、性に対して探求心が深いらしいんだよね。ああそう、うん、うん、なんか俺の前で語ってて、何探求心が深いっつって、うん、いや例えば相手がさ大人のおもちゃとか好きだったら俺全然買って持ってくし、うん、なんかそういうのあのなんだよその話しょうがねそれでスペインのビール飲みながらなんかちょっとカッコつけて喋ってるわけでしょ。なんかカッコつけてっていうか自分が、うんうん、なんかものすごくできるやつみたいに喋る、うん、ああなるほどね、うん、できて理解もあるしと、うん、うん、なんかね誰みたいな感じって言えばいいかな、なんかうまいこと言えないんだけど、うんうんうん、結構例えば売れてて、うん、なんかこういろんなこと分かった上で仕事してますみたいな人の感じで喋ってる、うん、なるほどね、うんうん、どっから攻められても返せますよみたいな雰囲気、うん、そうそうそう、で最初電話かかってきて飲もうかって話になった時は、うん、新宿で、うん、高校の時の同級生と飲んでたのよ、クジラさん。クジラさんは、うん、へえ、つまんないっつってた、久しぶりに高校の同級生と飲んだけどっつって、なんでって聞いたら、うん、いやみんな今の話しないからさつって昔の話ばっかりするから、うんうんうん、それ知ってる話だからつまんないんだよねつって言ってで今一人でこう飲んでんだけどつって言ったら、うん、じゃあ行くわつって、ね、タクシーで来たね、クジラさん、あ、タクシーで来た、かっこいいね。で今その話俺すげえ怒られて、したらタクシーで帰ってって、その後あ、怒って帰ってた、うん、バイトしてんのかな、うん、バイトはしてないんじゃないの。してないよな、うんうん、バイトしたって話一回も聞いたことないよ。そういえばね、確かに俺らデビューして15、6年、そういえばね、そういえばそうだな、バイトしてんの一回も聞いたことない。あれでしたよ、ね、なんだっけ、ビリヤード場かなんかで、あれはバイトじゃないんだっけ。いや、ビリヤードだって親がやってるビリヤード場、親がやってるビリヤード場でバイトちょっとして時給1時間6000円ぐらいってすごいね。あれでもまああれだぞ、3万5000円出て、ビル2本持ってんの、あいつんち、うんうん、ビル2本持ってんすよこいつっつって、さんまさんとトークしたら、うんうんうん、二度と言うなって言われて、ビル2本持ってる、あら、うん、怒られたよ。なんでよ、ボンボンだと思われるからみたいな。ああなるほどね、うん、一応なんかこう見られたいみたいなのはあるんだね。理想というか見られ方とかはやっぱりあるんじゃないか、やっぱりな、気はしてるんだね。まあな、うん、いろいろあるよな。でもしょうがないよね、うんうん、ボンボンだし、うん、浮気もするし、うんうん、それはもう言われるかどうかじゃないでしょ、もうね、うんうん、言ってあげなきゃダメだよ、逆に。若林さんも発信していかないと、発信していく、うん、あ、そういうことをね、うんうんうん、で怒られても何とも思わないんだから、もう無敵じゃないですか、うん、そうだね、いくらやって思ったところで、なんか不思議と何も思わなかったな、うん、お前が言うからだよみたいな話になっちゃったもんな、うん、結構東京のお笑い界でも有名な話になってるみたいね、それが。何が？あのクジラさんが浮気してた話が「うん、お前のせいだ全部」って言われて。で自分が浮気したことに対するなんかその後悔反省一切、言葉のあれ謝られなかったしな、一回も なんかそれに関してあの向こうからの謝罪はもう一回もないですよ。そのあのあ、そう、それ俺とゴンとかタイガーさんとか全員に対してもね、それえ悪かったっていうのは。若林さんなんかだってその結婚式の司会やったわけだからさ、うん、それはないないない、それは本当ないよ、悪いっつって、ごめん
申し訳なかったっていうの一回もないよ。うん。うん。それがだからさ、うん、ネタにしてするんだったらさ、うん、まあしてもいいってなったら別に謝らなくても、まあ最悪いいじゃない。うん。もう言ってね。言ってくれと、まあ、言ってくれとまで言わないかもしれないけど、うんうんうん、言ったことに怒るっていうのはよくわかんないね、うん、怒ってたなあ俺が先週言ったってことに関しては、うん、今週も怒られちゃうかなまずいなあこれは、うん、まずいねまずい、うんうん、言うやすくらうかもしれないよやるかもしれないな、うん、でもしょうがないだからタイガさんについて怒ってたよタイガさんにタイガさんに怒ってたの怒ってた藤原さんが、うん、タイガさんに怒ることが一つもないじゃない怒ってたよ何あいつはね口数が少ないっつってもっとみんなと飲んでる時とか、うん、あの移動してる時に自分から喋らないと、うん、のバラエティ対応力がつかないっつって怒ってたねクジラさんがそうそうクジラさんが怒ってたクジラさんが言ってんのどっか の作家さんとかじゃなくてあいつはつまんないっつって放送作家さんとかじゃなくてクジラが言ってたでクジラはね最近西堀のこと褒めてるうんあいつは優しいし、うん、一切気分が悪いことになんなかったから、うん、西堀多分売れるっつってたね。だって若林とゴンと西堀と俺だったら、西堀が人として一番いいやつだもんな、つって言ってた。うん、まあまあまあ、それはね、うん、確かに。それはまあわかるよ、西堀さんはね、うんうん。めっちゃいい。いい、そうそうそう。そうですね、うん。自分のことは、どう評価してるのかねそこはすごい気にそれ聞いたことあるないなとにかく三四郎とウエストランド来るっていう言ってたのがね、うん、オードリーの漫才なんかちょっともう一昔前の形になってる今三四郎とウエストランドの漫才が一番やっぱり一番今なんだよなっつってたオードリーの形とかちょっと一昔前って感じだよなっつって言われてそれさすがに腹立ったでしょいや別に何も思わなかったねあなんだろう、うん、なんか何も思わなかったねなんかお笑い好き、うん、あのお笑いのコアなファンとお茶してる感じうーんそう思うんだみたいななるほどね、うん、もうその現場の俺、うんうんうん、なんかあのなんか好きな人っていうかお茶の間、うん、お茶の間評論家と、まあ、お茶の間とは言わないけどなんかすごい絡んでくる人みたいな。ああ、なるほどね。うん、ああ、そのぐらいのレベルか。うん、そう聞いてみたいけどね。どう、その自分を、どう分析してるのかみたいなね。うん、あ、自分自身をね。うん、自分自身を。ははは何が足りないとかさ。ああ、うん。そこまで言うと。そういう話は一切しないよね、自分では。うん。うん、これで勝負するとかもあんまないんだ。あ自分の芸とかに対して、うんうん、そういうのはあんまりないねうんまあとにかくタイガさんのことを喋んないからダメだっていうのがすごいでもタイガさんあれは決勝行ってるけどねあそういえばそうだ ね,去年ねあのクジラさん行ってないで、ね、タイガさん行ってるタイガダメだっつってたはあ面白いね。うん。うん。うん、言ってたなぁ、そうやって。もう、なんか、何かが見えてるんだろうな。そうそう、うん、それでなんかね、新宿かなんかに、なんかすごい飲み屋あんだってね。うん、なんかね、居酒屋で、うん、相席居酒屋って知ってる？ああ、聞いたことあるよ。うん。新宿といっぱいあるよ。そうそうそう、赤坂とかにもあるし。うんうんうん、うん。なんか相席して、うん。男二人で先座ったら、女の子二人がお客さんに入ってきたら、相席になって、そこでこういきなり喋るっていう居酒屋が今流行ってて、うんうん、そこになんかね、ゴンちゃんと行ったらしいんだよ。マジ？本当に？うん。もう単純に行くなよ。行ったって。行ったって。はぁ、うん。うん、どうだったって？いまいちだったなって生意気あそう、ね、そう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 、 うーんやっぱその探求心が強いんだねうん性のねなんかね、うん、こう奥二重みたいな感じでね、うん、あの切れ長の目の女が好きって言ってたないや知らんよずっと語ってたな俺の前で
知らん。お前はまだなんか余裕があるんだから、余裕あるから女を見れてないってだいぶ説教された。もう金もなくて、うん、全然こう仕事もなかった時代に、うん、一緒にいてくれた女の子に対して、うんうんうん、すごい大事だと思ってただろうみたいな。今それがもしないとしたら、お前天狗で、すごい怒られたな。女の子のもっと、あ、なんかね、うん、その女自体を愛してないとね、うん、いけないってなんか言ってたな。なんか、そういうタイプなんだよ。それって何って聞いたら、うんうん、まあ、単純に体の相性だろうなっつって言ってたな。今スペインのビール飲んでたかな。泡がきめ細かいフルーツの香りのするちょっと入ってるビール。親のマンションに住んでる？親のマンションに住んでる。なんつうの、プロペラみたいなの回ってる。あの家あるじゃん。なんつうんだろうね、あれ。なんかね。あれあるね、なんかあるね。空気の空調が良くなるんですよ。おしゃれな、なんか。うん。あるね。シーリングファンっていうの？シーリングファン。ゆっくり回ってやつでしょ？シーリングファンついてるんだよね、あいつ。はぁ、なるほどね。すごいね。うん。うん。そうそうそう。いや、大したもんだね。結構整体とかで体整えてもらって何のためにだよ。何のためになんだよ。全部ひっくるめて。なんで俺が怒られなきゃいけないんだよ。ふざけんじゃないよ。なんで俺が怒られなきゃいけないんだよ。俺は知らないよ。三四郎とベストランドが来るだよ、うん。ちょっとオードリーのまで古くなっちゃう。ああ、なるほどね、うん。もう面白い。早い、開始が早い。俺らの世代には追いつかないですよ。うん、うん、うん。来るって。参っちゃうよな。頑張んないといけないね。頑張んないといけない。ちょいちょいだから聞いた方がいいかもしれない、クジラさんに意見をね、うん。ちゃんとフラットに見れてるのかもしれない、もしかしたらね。なるほどね。うん。はい。いろんなこと。今のお笑いかよな。そうね。うん、あれ何なんだろうな。すごい指摘したら怒ってたけど。うん、すごくね。うん、たけしさんが言ってたんだけどとか、鶴瓶さんが言ってたんだけどとか、村上龍が言ってたんだけどつって、なんか、超ビッグネームを枕言葉につけて喋り始めんのよ。お前ってなんか、すごく権威の名前を出して話し始めるよな、つったらね、うるせえな、つって。本質をつくなよ、つって怒ってたね。気づいてはいるんだね。立ちが悪いね。はあ、面白い。はあ、面白いね。意味もなく、横断歩道の赤で信号待ちしてるとき、ケツ蹴ったのね。いいですね。でえなーって言ってた。まあ、それは言うだろ。それは言うでしょ、うん。タクシー乗って帰ってたけど、あいつんちまで多分4000円ぐらいかかんじゃないか、深夜だから。うん、うん。うん。するね。3万の風俗、言ってたけどな。それはちゃんと、行けたのかな、だって。あ、それでその話なんだな。うん、あんまり行けなかったっつって。愛してないといけないんだって。なるほど。じゃあ、無理だね、風俗はね。無理だね。この先ね。そんなね、話をね、行きまくりの若ちゃんに聞かされても、もう困りますよね、そんな。共感できない、こっちは。そうだよね。こっちは行きまくりなんだから。うん。ね、体の相性とかも関係ないと。うん、関係ない、関係ない、うん。うん。そうだよね。うん。タイプが違うね。先週、漫才台本送ってくれたら嬉しいですって言ったら、もうこれ見てください、うん、山のように。ああ、すごいね。あ、すごいじゃない？届きましてね、うん。ありがたいですよね。これでも全部読み終わるのに、もしかしたら1ヶ月ぐらいかかっちゃうかも。こんな分厚いから。うんうんうん、読みますけどね。うん、そう。で、これ全部読んで、うん、読ませていただいてたね。うん、全く今のオードリーがやったことない形でもう一個書いてもらって、うん、もし面白かったらお話しさせていただこうっていう流れにしようかと思ってるんで、今月いっぱいに返事が来なかった方はメールの方にね、こっちちょっとご縁がなかったっていうことにさせていただこうかな。すごいですよ。何よ。40代の主婦の方もまあまあの下ネタ送ってきてます。これはもう全部家で読むの楽しみですよ、私はね。へえ。うん。おお、確
確かに相当来てるね。ただ、斬新なネタ、これどんなネタと思ってワクワクしながら読み始めた、このネタなんですよ。ほぼクエスチョンマークで埋まってる。これは斬新。いやいや、それはさ、はい、その、もう化けちゃってるってことでしょ？ほぼクエスチョンマークです。オチも、オチが、いくつだな、15個ぐらいのクエスチョンマーク。どう発音するんだよ、それ。いや、それは残念だね。それ正式なのまた送ってもらった方がいいんじゃないですか。文字化けですかね。うん、2015年。これ、メールのアドレス読めないからね。2015年3月10日、20時59分、ジャストに送った人です。文字化けしてます。なんか名前はないの？そのラジオネームみたいなやつはないんだ。ない。件名。だラジオネームも文字化けしちゃってんだ。だこの人かわいそうだね。作家志望ですだけ文字化けしてない。件名の。なるほどね。ここは言ってもいいのかな？ここは言っちゃダメだよね。ここもダメだよね。アドレスのドメインっていうの、これ。ああ、やめとこう。どこの会社かって。一応ね、一応やめとこう。どっから送られてるぐらいはいいんじゃないの？その、パソコンなのか。携帯から送られてます。はあ、この人、かわいそうだね。うん。まあ、あと結構、まあまあの下ネタもあるし、うん。あと、この、なんか、ラジオでしか話さないだろ、そのネタっていうのを盛り込んでくる人もいて。うん。先言うの失礼だけど、うん、そういうことじゃないからね、テレビで漫才やるって。まあまあまあね。まあまあまあ、まあ、うんうんうん、ね。春日の、こまるちゃんのことだろみたいな、こう書いてあるんですけど。ツッコミが？すぐ伝わらないですから、ラジオだけで別にやるわけじゃないかったりするんですけど。そうだね。これはなかなかね、うん、でもさ、なんか、さっきも前室で話してたんだけどね、うん、こう、なんて言えばいいかな、なんか大変だよね。知り合いの作家さんとか増えてくるじゃない、うん、飲んだりするとさ、うんうん、作家さんって大変だよな。あ、そう。あ、何が？何がってあんま分かんない仕事の内容。仕事をさ、いただくにあたって、うんうんうん、その、まあ、こんな話を俺がするのもなんだけど、うん、総合演出の人がね、うん、作家さんのキャスティング権を握ってたりする場合ね、うんうん、その作家さんが、うん、あ、違う、総合演出の人が、うん、こう熱い人が好きなのか、うん、それでなんか会議中に僕ちょっとそれ違うと思いますみたいな人を好きなタイプか、いうことだけを聞いて全てやる人が好き、こう見極めたりしながらゴルフとか麻雀好きだったら行ったりとか、その言うこともあるんですって。そういうタイプでがっつりテレビの話ばっかり好きっていう人もいて、そう、あ、そう、結構売り込みというか、うん、まあ、売り込みリサーチもか、はい、人付き合い、はい、結構大変なんだ。総合的にやんないとダメなんだね。いや、だから、うん、それその皆さん、こうつけ焼き場の皆さんはどうか知らないけど、うん、その要するにある意味サラリーマンよりサラリーマンっていうのを知らずに、うん、こう黙々と書けばいいっていうことでイメージしてくると、うんうん、コミュニケーション能力が非常に必要だと、あ、そうなの、いう話にさっきこうなって、確かにな、みたいな、うんうん、人付き合いもしながら仕事を取ってくる、うん、でそのお笑いばっかの仕事じゃない、こうリサーチ、なるほどね、とかあるわけじゃないですか。だから奥田大がゴシップをすごい持ってる、そういうことなんだ、ね、いろんな人と会ってるからやっぱりそこはね、まあ、話の一つのネタというかね、だか仕事のためっていう部分もあるわけだ。飲み会行ったりもするでしょうし、そういうことね、うん、イメージなんかこう黙々と書いてるみたいなイメージがあるんじゃない？そんなイメージ。なんか企画書、まだ企画考えて。いやいや、もう営業マン、サラリーマン以上にサラリーマンですよね。っていう方法っていうこともあるのか。タイプによるのかな。うんうんうん。で、そうですよ、それは。でさ、それって矛盾してるよなって話になったのよ。うん、パソコンとかでさ、うんうん、書いたり、ラジオでハガキ職人で送るのが好きな人っていうのはさ、うん、こう面白いことを見つけたり、自分でこうアウトプットする人っていうのは、どっか世の中をこう、うん、一回真正面であるものを掴んでみて、斜めにしてみたり、うん、回転させて裏から見たりして、面白いことを考えたりするわけじゃん。うん、それ結構黙々としたね、作業ですよ。わりかしインドアじゃないですか。まあそうだね、それ、その人がこの業界に入ってから、うん、
あの人ゴルフ好きだからゴルフ行こうかなみたいな。これは距離ありますよ。だからもうほぼ別の人間になんなきゃいけないぐらいの。でも元々ね、営業マンの就職活動しててそうなるってことじゃなくて、もっと、もっと裏入った人たちだよ、きっと、ハガキ職人の人って。まあそうだよね。これが多分大変なんじゃないですか。どの程度、コミュニケーション能力っていうのが、いる職業って言っていいよね。なくていいってことじゃないから、こう矛盾してるよな。こういうふうに、たくさんハガキ送ってくる人が、なるっていうの。そうね。うちの、そのチームつくやき場なんて、業界のいろんなチームあるけど、最も緩いと思う、俺は。そんなことなんですか？緩いっていうのは、この人たちに好かれなかったらもう多分アウトだよ。こんな緩い人たち。なるほどね。この人たちにちょっと喋りにくいなって思われたら多分アウト。で、夏の、そこ見るかっていう人たちとかいっぱいいるじゃん、テレビの業界でも。その人、人間を映す職業してるから、もうやっぱ、そう、長けてる人たちだから。で、それだけ人のそのなんだろう、プライド高い人、本当はバカにしてるよねとかに、こう、すぐ気づく人たちの中で、この人、チームつけ焼きは気づかない方じゃないけど、それにしても緩いと思う。だって俺、里光としか知り合いじゃなかった時に、聖堂さんと出会ってズブズブの中になったからね。俺がもうそのコミュニケーション能力、コミュ障と今言われるようなことのもう、てっぺんの時代よ。春日さん知ってるだろうけど。はい、はいはいはい。その時はもう聖堂さん、もう、入り時間の1時間前に行っちゃって俺、当時はラジオ日本ですよ。行って。いや、聖堂さんね。言い浸ってたんだから、俺。そうだね。そうか。で、マネージャー来たら喋れなくなっちゃった。難しいね。難しい時代だった。キャー怖いっつって。あんまりトークも走んなくなっちゃった。その時代に、まあ、だから、奥田隊なんかもこう、いろいろこう、教えてくれるタイプの方なのよ。なんかこう、なんだろうな。なんか、そうそうそう。だから、そのぐらいの人間関係のことができるやつとなるとだよ。そう、一回会ってみないとってことになるよな。まあ、そうか、そうだね。大変な職場でいっぱい仕事取ってくるの。軌道に乗っちゃえばね、そこそ信頼を得ればさ、あの人こういうの書くのが得意とかなるから、あれだけど。なるほどね。いや、俺も、あれだから、お笑い好きだったからさ、春日がお笑いやんなかったら放送作家になろうかなって、ちょっと思ってたけど、俺絶対無理だったと思う、俺。ああ、そう。無理。俺絶対無理だったね。だって言ったら、まあ、芸人の方がまあ、向いてるわ、向いてた。ギリギリさ、芸人ってさ、そんなに楽屋で喋んなくてもネタ書いて二人だけだったら上がれるじゃん。春日とコミュニケーションできる限り。なるほどね。そうか、まあ、そうだね。で、お前がこう、いじられたりしてたから、聞き切りは大丈夫だったけど。ああ。そうか。でも、よく話すんだけど、吉本の先輩と飲んだ時に言われたけども、この話したかな、吉本の楽屋だったら多分無理だったよって言われたことある。俺。ああ、そう。喋らないとすぐいじってくる人し、いるし。なるほどね。お前なんだお前それ。天才気取りかみたいな。はいはい、舞台だけで喋ればいいかみたいな、センス芸人かみたいに多分なるし、で、胸張ってゆっくり歩いてくる漫才なんて作り出したら、なんだ、なんかその、今までにない漫才気取ってんのかって、絶対いじってくる人がいるんだって。で、まあね、若林くんの精神力で無理だっただろ、それ言われたらって。軽出しだから何も言われなかったけど、みたいな。ことを話したことある。はあ、そういうのもある。そっか。なんでゆっくり出てきたあれって先輩に言われてたよ、多分。誰かいじるから、つって。なるほどね。そうなのかな、なんていう話しててさ。はいはい。でもそうかもしんないね。あんだけいたらね、人数が。そうそうそう。そう、芸人だったらいじりたくなるだろうね。そうそうそう。うん。いやさ。なるほど。今さ、オリラジのあっちゃんってめちゃくちゃ面白いな。の、この間さ。よかった。びっくりしたよ、テレビ。裏とかあるから喋っていいか分かんないけど、大丈夫かな、高俊さんの番組だったんだけどさ、あっちゃんがプレゼンしてさ、紹介するんだよ、その、般若が今面白いっつって。ほうほうほう。見た
なんかカナダくんが言ってることが薄いっていうのを、うん、あっちゃんがプレゼンすんだよ。ついに一時期さ、うん、俺らにドン出て、うん、ハンニャとかがドンって出た時に、うん、ハンニャの後ろで踊らされてたんですよ、うん、みたいになって、うん、今度また俺らちがやっぱり地形強いから、うん、今度ハンニャをいじってんだなぁと思ってテレビ見て。ああ、なるほど、ね。でね、ハンニャカナタはね、うん、国産の車しか乗らないみたいなのがなんか V で流れてて、ハンニャのカナタが国産の車でバーって現れて、うん、なんで国産しか乗らないんですかってインタビューされたら、うん、やっぱ日本っていうものは、うん、いいものしか作る、いいものを作るんだってことを、うんうん、もっと日本人として感じたいじゃないですか、みたいな V が流れた後、うん、あっちゃんの一人インタビューみたいな V が降りて、うん、あっちゃんが、うん、聞きましたか皆さん。うん、薄いでしょって言って、多分彼ね、うん、日本の職業自給率知りませんよ、うん、つって。おお、面白いね。すげえ時代だなと思って、あの世代のね。すごいなあっちゃんな。すごいね。うん。確かに。驚いたなうん。驚いたなあれは。その距離の取り方というかその動き方がすごいよね。あっちゃんね。あれでもなんだろう、うん、向こうの世代は向こうの世代あれピリピリしてんのかなあれで。どうなんだろうな。まあ、そこ掘るかっていうとこ掘ってたぜ。あそう。うん。うん。うん。一時期キャンパスナイト富士一緒だった時、うん、楽屋で、うん、カナダが結構大きな声で、うん、ね、世代交代やりましょうよみたいな大声出してる時、俺一人で、うん、んって思ってたんだけど、遠くから見てて、うん、そこ言うか、あっちゃんというとこ行ってたぞ。あの時代で、すごいよな。まあでもそれももう、いいぐらいの年齢にはなったんじゃない？今度あっちゃんに会って聞いてみよう。うん、どういう感じでやってんのつって。もう、だってそこそこもいい歳でしょ、言っても。そう、いい歳だよ。30になって差し掛かりぐらいでしょ。22、3は多分いじれないでしょ。あっちゃんって31ぐらいでしょ、今。うん、そのぐらいだね。じゃあ、すごいわ、あれ。うん、驚いた。ちょっと楽しみだね、楽しみ、まあ。クジラもね、だから。三四郎とウエストランド来るぞっつって言ってたから。やっぱその辺の感覚はね。感覚は鋭いよな、うん。来るじゃなくて、クジラさんだったら行くだけどね。そう上にいないわけだから、己が。あ来るじゃなくて、行っちゃうっていう表現の方が正しいと思うんだけど、私はね。なるほどね。お前どこの場所さっきはそれすごい気になってて。ああ来るってのは何だろうなって、ね。なるほど、うん。なんかライブシーンはやっぱり自分のことをいじらせないプライド高いやつが多すぎるって言ってたね、クジラさんは。そうなのかなと思って聞いてたのに。ちょっとまた、ちょっと久しぶりに会いたくなりますね。今のお笑いについて聞きたくなるね、ちょっとね。あ、春日の自分のこととか聞いたら面白いと思うよ、春日、ね。ああ、そうね、うん。どう見てるのかとね。そう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 。うん。まぁ、あ、ちょっとその、はがき職人の方を、ちょっと、まあ、漫才ゆっくり読ませていただいて、っていう感じで。うん、ということで行きましょう。日レイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい日レイ。愛の大学。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。ちょっとメール読みたいと思うんですけど、うん、ラジオネーム作家志望24歳という人の、メールなんですけども、オードリーさんこんばんは、うん、作家になるにはどういった条件があるでしょうか、うん、社会性やお笑いのセンス他に必要な要素はありますか、うん、僕はお笑いの漫才のネタだけ書いていたいですっていうのがなるほど来てますけども、うん、ちょっと聞いた方がいいけど、ちょっと里光聖堂さんちょっとブース入れますか申し訳ないんだけど。そうか。ちょっとたまにはさ、奥田大門。申し訳ない。54分までしか喋れないんだけど。まあ我々よりもね。今聞いてました。知ってるだろうから。漫才のネタだけ書いていたいんですって。それは難しいですか？無理なの？それは無理なの？無理でしょう。奥田さん、無理。無理ですね。無理なの？いや、なんとかやらしてあげてよ。いや、無理だよ。無理？漫才のネタだけ書いて、おそらく僕の予想ですけど、多分、
4000万ぐらい月稼ぐ。いやいや、もうじゃあもっと無理だ。無理なの？生徒さん無理ですか？漫才のネタ、まあ、趣味としてやる。仕事としてじゃなくて、やっぱ仕事の、うん、作家の仕事と、だからライブって儲かんないですもんね。マジね。ライブは無理。だからそのお金の流れ的にね、うん、広告がついてるわけじゃないし、お客さんのお金と演者の、なんか、そう、なんだかんだで舞台の装置で、ほぼチャラになっちゃうもんね。いや、ダメだよ。漫才のネタだけ書いてない。もう、諦めよう、その人は。で、まあ、リサーチとか、あとは、まあ、台本書いてあり、もう、もろ、もでしょ、ナレーションとか。ナレーションとかって、だってさ、事務所入るパターンとフリーでやるパターンがあって、事務所入って、事務所で作家見習いの最初の1ヶ月、電話番しかやらないとかありますもんね。あれ適性を見られるんだよ、ね。適性をね、うん、我慢できるかとか、うん。いわゆるその作家の仕事ができるようになるっていう何年ぐらい経ってからなんですか？いわゆるなんか企画書書くとか、いわゆる、イメージする作家の仕事、うん、人によりっきりだけど、でも1年、うん、2年経ってもまだ企画書の人いるよね、いっぱいね。いっぱい。企画書の書き方からね、学んで。企画書うまいねとか言われる人いるのよ。ああ。そこ別に褒められたくない。パターンありますよね。いや、ちょっとサッカーあるあるで盛り上がるのやめて。なんか、パターンありますよね。ネタ書くの上手な人、そうそうそう、企画書書くの上手な人、リサーチ上手な人っていう。あと、うん、人当たりがいい人。人当たりが良くてお仕事いっぱいもらう人も、この複合的でもあるし、どれか一個でもあるし。っていう人が、ま、ネタと番組とちょっと違うもんね、うん、そうそう、制約とかも知ってなきゃいけないし、だからなかなか、だから食べれるようになるまで大変ですよね、非常にね。じゃあ漫才のネタだけ書いていたいなら趣味でいかがですかと、そうしましょうかと思います。いうことになりますか、この人は。飯は食えないと、うん、24歳どういう気持ちで今ラジオ聞いてるの。とりあえず最後まで聞いておいてほしいね。消さないでほしい。とにかく、うん、頑張りましょう。すいません、ありがとうございます。私のね、うん、未来ロケットっていう番組、レギュラーでやらせてもらってたのが、うん、今度終わるんですよ。ああ、そうですか。で、最終回をね、うん、撮ったんですけど、うんうん、落語家を目指してる、うん、女性と、うんうん、あとはまあ、こう音楽やりたいのか、なんかこう映像監督になりたいのか、うんうん、ちょっと夢が定まらない女の子と同居してるっていう、やって、で、前言ってたやつね、クローゼットの戦いがあったっていう。で、もう一人モデル志望の女の子が、うんうん、入居したんですけど、うんうん、現場を、うん、プロのモデルの人の現場を見に行くっていうの、現場見て、うんうんうん、プロのモデルさんの話を聞くっていう、企画をやった後に、うんうん、私には無理ですってすぐ帰っちゃった。ですよ。ああ、まあまあまあ、それもね、一つの決断だから。で、それも最終回になる。うん、家をずーっと8ヶ月、うん、ずーっと住んできたんですよ、その、うん、ラクミンとマリエちゃんって子が。うんうん、で、いよいよ、最終回だから、うん、これ結構感動になるぞと思って、V 行く前にね、思ってて。なるほど、そうだよね。長いもん結構ね。結構感動になって、で、高畑充希ちゃんと増田くんも一緒にいて、結構感動の空気になって、どうやって V より、話し回そうかな、考えながら見ないとな、なんて思ってたんですよ。したらね、思いもよらぬ方向に行って、その二人の女性と、その密着してた女性ディレクターが、1対2で、めちゃめちゃ仲が悪かったっていうテーマで終わったんですよ。すごいでしょ？そうでしょ？びっくりしてよ、俺、それ。ものすごい、後味悪いけど、リアルな終わり方で。え、それもうそれ終わり？終わり。だけど最後の和解したとかはなくて？最後、だからその女性ディレクター、仲が悪すぎる。で、うん、もう別のスタッフが行って、うん、その女性ディレクターのことをどう思ってたかって。そしたら、突然入ってきて、カメラ回してて、あの時の気持ちについてどうですかって聞かれるんですけど、なんか誘導するんですよ、私たちのコメントを。二人がめっちゃ怒って。
で、それに関してはどうなのつって、女性ディレクターの人に振ったら、うん、いや、ノックして入ってきてくださいとか言うんすよ、みたいな。うん、いや、こっちは、その、常に密着するよ、つって、家賃はこっちが払ってるもので、そういう条件のもと始まったのに、ノックしなきゃ入っていけない。じゃ、ノックして入らないでくださいって言われたら、こっちはテープ取れないですから、それはもう密着でもドキュメントでもなくなっちゃいますから、向こうは急に入ってきて、急にそんなこと聞かれて、もう、ものすごい険悪なのよ。で、ちょっと詳しくは見てほしいんだけど、で、V 降りて、それでもさ、最終回だし、うまくまとめたいじゃん。まあそうだね。でもそれぞれの夢に向かっていくわけよ。だから、まあこうやってね、その、すごく定点が、ね、春日さんも経験あるだろうけど、定点が置いてて、ストレスも溜まってたのよ、女性たち。8ヶ月過ごして。で、ディレクターももう密着で毎日寝泊まりしてるから、みんなストレスが溜まってた。だから、何年後かにまた会って、あの時はああだったね、つって、それぞれの現場で頑張ってる。こういうことですよね、つって。まとめようと思ったら、女性ディレクターが、いや、もう、会いたくないです。いや、頼むぜ。向こうも会いたくないでしょうし。何それすごいね。斬新だね。すごいぜ。へー。そういう約束のもと入ってるから、取れる、いつ取ってもいいってことですよねっていうのが、ディレクターさん側で、それのにも誘導してで、急に回されても、なんかっていうのが、そっちも意見食い違ってるのよ。まあまあ、それはもうお互いの人たちが。せめて、それぞれの、ね、未来へ旅立っていきましたみたいな終わりかと思いきやら、ハードな仕事になってよ。なかなか珍しい。いやー、リアルだったわ。はあ、そこまでリアルに、まあ、行こうっていうことだったんだよね。そこは無視できないぐらいもう、確執があったってことだね。あんだけクローゼットで喧嘩してた二人がもう一致団結しちゃって、はあ、あれはないよね、みたいな。なるほどね。共通の敵ができたから。いや、感じで。まあ、ちょっと、今回ちょっと見てほしいものについてもう一個喋っていいですか、動物バーンっていう出ました動物バーン出ました出ました動物バーンイエーイありましてなんで今一個かかったんだよ。僕ね、その前にまず一個話しておきたいのが、この間気づいたんですけど、僕ね、裸の芸人が多分大好き。あ、そうなの。もうなんかすごくこの世界に入ってこんな年になっても楽しい思いが できるのは裸芸人の方々がいるからなんじゃないかって、この間。まず僕が大好きなのが小島よしお。ああ、よしぴね、よしぴはもういいよね。庄司さん。エスパー伊藤。そして春日。こうなってくるわけですよ。ありがたいですね。私は裸芸人。やっぱ俺がそのなんか、だから誰かで笑いたくてこの世界に入ったのかもしれないとすら思うぐらいおかしかったんですよ。イーガールズの番組なんですけど、例の小島くんがね、ポールダンスとそんなの関係ね、どっちやりたいですかって 4-3 で、ポールダンスだったっていう番組なんですけども、まずその、ポールダンスとかしてんの見せてくれて、その後やっぱ庄司さんが、バーレスクっていうのかな、バーレスクダンスっていうのがある、ダンスなんだけど、そのダンスを、裸でバーレスクダンスをしながらプッチンプリンを食べるっていうのを見てもらいたい。で、庄司さんが、こう、オールバックで、例のちょっとハゲてきましたよねって言ったら、違いますって、顔のパーツを下げたんですけど。もう、庄司さんが、オールバックで、いいからで、ね、ブーメランパイツ履いて、もう、で、オイル塗ってるから、その上からシャツを一枚だけ着てるから、もうビタビタになってる。この時点でもうワクワクしてる。そうだね。で、踊りながらシャツを脱いで、プッチンプリンの、プッチンをして、皿に落とすところが、もうプリンをひっくり返したら、プッチンする前にもプリン落ちてる。で、プッチンして、踊りながら食べてるんです。でね、これ、裸芸人さんにね、共通することなのかな。なんかこう、見せ終わったと、小島くんも庄司さんも、俺の方を見て、以上ですっていう。もう、腹割れるほど面白くて。それで、エスパーさんも何か見せたいものありますかって言ったら、イーガールズに、ロケット風船ある。で、あれを5個、預ける。
それをピューッと飛ぶ、うん、したら5個全部取ります、うん、それを見てほしい、うん、まあ、全裸じゃないですか、うんうん、で始めます、じゃあ行きますよ、うん、全部キャッチ、うん、それではそしたらエスパーさんが、いや若林君うん、2個取りますっていうのよ、うん、いやちょっとと思って、うんうんうん、いやエスパーさんが5個取るって言ったから5個全部キャッチ、全部キャッチで名目でやんないと、うん、ダメでしょこれっつって、まあね、言ったら、いや、うん、いや無理、なんでですかって、うん、いやだって5個いっぺんに飛んでくるからって言うのよ、うん、いやそれをやるって言ったんでしょ、そうだね、いくつですか、じゃあできるんですか、いくつなの、うん、2個、うん、2個、じゃあ2個にします、最初から2個キャッチ、うん、じゃそれだとじゃあ絵が派手じゃないからっつって、うんうん、じゃあ5個、じゃあ2個キャッチするんですねみたいな、うんうん、何言ってんだこの人と思って、そうね、でそれでは5個キャッチスタートだったら、ピューってロケット風船がつったら、うん、こうロケット風船を閉じて1個キャッチして、うん、でその後1個床に落ちたやつを拾って2個抱えて2個ロケット風船を持ったまま俺の方じーっと見てるんですよ、うん、俺もうこれ無理ですわ、うん、俺拾うのこれっつって、うん、そうだね、まとめるの無理ですわっつってでどうすりゃいいんだよそこをなんとかみたいなそういうのがすごい面白かったなっていう記憶がまあ面白いよね。でこの間の動物バーンですよ、うん、うんうんうん、ね、出ました、すごいでしょタイトル、動物バーン、動物バーン、これを3時間タイトル考えたんだよね、動物番組、動物バーン、動物バーン、動物の可愛さが弾け出るから動物バーンっていうタイトル、あ、そういう意味なのあれ、うん、動物番組っていう意味もあるんですけど、うーん、動物バーンで、動物バーンでね、うん、春日の夢を叶えたいっていうコーナーがあって、うん、であの春日がまずブーメランパンツで裸なんですよ、あのドッグランドみたいなところで、うん、で下にね桜を子犬の足跡で桜を満開にさせたいっていう夢を春日があって、うん、春日が木の幹になるんですよ、うん、よくわかんないでしょこの企画いやわかるでしょ、でピンクのインクを木の板に塗ってあるものがあるの、その上から木の枠に白い布をピンと張ったものをかぶせるんです。そうすると、うん、その上を子犬が歩くと犬の足跡型にピンクのインクがつくと、でいっぱい犬が歩いたら春日という体の幹の周りに満開の桜が咲くという企画をドッグランドでやったんですよ。素晴らしいね、うん、で春日もね、うん、春日吉野のあの、うん、なんか桜前線北上中とか言って始まったんですけど、うんうん、お見事だね、うん、で子犬をパーって離したら、うん、子犬がもう一目散にその、うん、春日の股間に向かって走って、うん、もうこれでもかってほど股間を舐めてるんですよ子犬が、うん、もうやっぱ動物の動きってやっぱ分かんないもんで、うん、で春日が、あ、あ、とか言いながら、うん、幹の幹を舐めないでって春日が言ってるんですよ。いやそうね、木の幹を春日がやってますから。からね、うん、でもやっぱこう動物のコントロール効かないですから、もう春日の幹の部分をずっと舐めてるんですよ。そうね、で俺も、うん、春日なんかちょっと糖尿の結果があったりするんじゃないかっていうぐらい、こう犬がつる。まあまあまあね。うん、で、舐めてて、うん、で、これはまずいぞと思って、うん、でなんかこう犬をね、うん、こう大きめの犬を用意したりして誘導して、うん、なんとか桜が満開になって、その企画もよくわかんないんですよ、うんうん、でその後の企画が、うん、春日がいっぱい赤ちゃん子犬の肉球に踏まれたいっていう夢があるから、うんうん、春日が橋になって、うん、陸と陸の間にこう裸で橋になって寝てるところを子犬が渡る、素晴らしいねっていう企画うん、これはもう犬好き、私だけじゃなくて犬好きの夢ですよ、犬好きの夢を私が体現したというね、うん、たらね3匹でもその間のスタンバイというかセッティングの最中も春日がこう裸でブーメランパンツで、うん、その上からベンチコート着て、うん、あのクロックス履いて待機してて、うん、もう AV ダウンになってた待機の仕方で俺もうなんか2人の仕事の種類も変わってきたなと思って、やっぱ炭焼け大事だから、この仕事は若林さんできないでしょ、私も MC ができない
さすが橋になるのを若林さんできない、うん、素晴らしいよね、バランスがいい。ブーメランパンツ履いて、うん、橋に寝て、うん、子犬を3匹離したらね、橋に、うん、本当に一匹は春日のミキをまたこう一直線に走ってで舐めるんですよ、うんうんうん、もうだから、その行きの新幹線で春日ちょっとこいたんじゃないかな、うん、そのタンパクが残ってて、いや新幹線ではこいてないや別に。で子犬がちっちゃい足で春日のふぐりを踏んでて、ふぐりにめっちゃ肉球がめり込んでるんですよ、うん、でこれどうオンエアすんだよっていうぐらい、うん、春日のふぐりに犬の手がめり込んでる、うん、でいやなんでそうなるのかなっていうぐらい、うん、犬2匹が春日の乳首を舐めてるんですよ。だから俺母乳出てこうマジ春日って母乳出てんじゃねえかなと思って、なんなんだろうね。でも春日が子犬に3点攻めされてもオンエア絶対できないですよそんなの、うん、あの映像でもふぐり踏まれてるし、あれはだから私は寝てるからそのわかんない、どう撮られてるかわかんないけど、確かに考えても不思議だよね。そういう、その見所攻めを、春日が、ね、子犬たちに、可愛い子犬やもうふわふわのぬいぐるみみたいな、可愛い子犬にされてるところを、みんながね、その、犬、子犬たちを渡そうとしてくれるわけ。橋になってるから、足元から頭の方ね、うん、三浦さんがね、ずーっと子犬を送り込んでくれてるよ。はい、はい。ね、あれでも、みんなで春日の幹に群がってね、うん、子犬たちが。うん、どうするどうするみたいになっちゃって、放送できねえぞみたいな。見所攻めされてるんですよ、うん、ブーメランパンツで。そうね。でね、うん、春日のリアクションがおかしいんですよ、そういうことされてて。やめてって言うならわかるんだけど、春日がずっと、うん、頑張って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 って寝ながら言ってるんですよ犬に。いやそりゃそうでしょうよ。だってやめろはおかしいんだよ。だてめえがね望んでてめえの夢でこうやってるわけだから、夢は叶ってるね時間なんだから、やめろってのはおかしいじゃん。てめえで言い出してて、めえでやめろって気持ちもないし、うん、いやそれでさ、うん、子供とかも後ろとか歩いたりしてるわけよ。動物園的なところだから。うんうん、それでなんかもう、あれ、オンエアできんのかなっていうか、4ところ攻めぐらいされてて。うん、だから時間も長いから、ちょっとやっぱ立っちゃってんのよ。いやいや、立ってはないわ。ギリギリ。立ってはないよ。自分ではね、体感では。体感では立ってはいない。でも、フグリがもう手に行く。踏まれて、足が、うんうんうん、でそれでずっと春日は舐められまくりながら乳首、あれ母乳出てんのかな。いや出てないよ。わからん、なんかそのわかんなんかあれ目につく、目につく匂いが、匂いなのか形状なのかわからんけど、頑張って頑張ってって言いながら見所攻めされてるんですよワンちゃんに、うん、いや渡ってほしいからね。でもさすがの光浦さんも言ってたよ、うん、それ頑張ってって光浦さんね。もう変態夫婦みたいな話してくれて、はい、はい、オッケーですから春日がまたベンチコート羽織って裸ではいっつってね。あっさり、まあ先週さ、うん、そう何か思うっつってね、うん、まあ話したけど、うんうんうん、逆になんか気づくこともなんか多くなってきたなっていうね、うんうん、まあ年を取った、別に昔だったら別にまあまあいいやと思ってたことが、はいはい、ん？って思うようなことがまあいくつかあってさ、ほうほうほう、まあ、マッサージに行ったのよ。ほうほう、無料の券をあのスタッフさんがもらってね、うん、でちょっとあのロケで行ったマッサージのところのね、うん、券あるから、うんうん、どうって言われてまあもらってて、うん、でそれもらって行ったのよ、うんうんうん、そしたらまあ普通のまあマッサージ屋さんだったんだけどさ、うん、あの、いわゆるロケだから、バラエティのロケだから、ちょっとそのきつめのマッサージってあるじゃない。なるほど。痛い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 って言うやつ、うん。まああれでさ、で、まあ別にそれでも体効くならいいと思って行ってね。うん、で、行ったらまあまあまあお兄さんというか、ちょっと体育会系の、がたいのいい人が出てきて、うん、よろしくお願いしますと。で、お願いします。カズさん、あれっすね。元気ないっすね。言われて、元気ないっていうか、まあ普段だけど、まあ普段のその春日ってイメージがあるのかもわかんないけどね、うん、まあまあまあはいみたいなをやってさ、うん、でお願いしますって、うちちょっと痛いですけど大丈夫ですか
まあまあ大丈夫です、うん、でやったらさ、まあいわゆる腰をなんかものすごいこのひねられたりとかさ、もう体全体でこのギチギチやるようなやつだった。はい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 。んでまあまあ痛い、うん、痛いは痛いのよ、うん、でそんなとこそこまで膝いかないっすわみたいなところに曲げられるんで、まあ痛い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 って言ったら、あれっつって、大丈夫そうっすねっつって、みんなさん結構リアクションしてくれるんですけどねつって言ってさ、でまあまあそうだろうなと思いながら、うん、もうロケだからさ、痛い痛い痛いとかまあ言うじゃないですか、うん、でそのまあプライベートというかそのカメラ回ってながらそんなに言うのもちょっとまあ恥ずかしいっていうのもあったりとか、まあ、言わないじゃない、そこまでリアクション、うん、でそうっすかっつって、ちょっと頑張んなきゃなその人になってさ、グイグイ来るのよ、うん、んで、あ痛い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 、うん、リアクション薄いっすねうん、そうなんだね、それね。言われた。多分、だから、痛い痛い痛いって言うのが、言ってほしいみたいな感じなんじゃない？で、最終的に顔のさ、この頬骨のさ、はいはい、あるね。ここをさ、この両の手のこの焦点の部分でさ、うん、上からさ、私寝てて、仰向けに、うんうん。この頬骨のところを全体重でさ、うん、いきますよつって、うん、うーもうメキメキメキって言うのよ。うん、でもなんかもう言ってなきゃいけないと思って、痛い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 って言ったら、でしょう。ああ、春日がちょっと寄せてるような。そうそうそう。でもそれがだから、まあ、褒め言葉じゃないけど、はいはいはい、まあ、張り切ってくれた、まあ、ありがたいんだけどね、はいはいうん。その、張り切ってくれたっていうのもいいんだけど、うん、そこまで、まあ、しなくても、うん、いいですよっていうことが、まあ、まあ、あってさ。うん、そんなのもあって、まあ、そういう人もいるなと考えてて、あの、駆け込みドクターのね、うん、駆け込みドクターのロケ行ったんですよ。あの、カスカス体操の、はいはい、例の。体操ね。体操の広めようとしてるやつね。うん、皆さんご存知、カスカス体操のね。うん。うん、あれ、さ、大学のさ、うん、あの、空手部に行ったの。うんうんうん。で、まあ、ディレクターさんからね、説明を受けて、うん、まあ、空手部に行きますと。で、型をね、うん、一緒にやってもらって、で、うん、カスカス体操みんなでやるってな、わ、うん、かりましたっつって、でさあ今日はないだが来ましたっつって言って、うん、まあみんな練習してんの、はい、せいせいみたいな、うん、でまあ混ざってさ、うん、でじゃあ一つの型かなんかね、うん、教えてもらえますかみたいなこと、うん、あわかりましたって言って型をまあ多少やったんだけど、うん、そのディレクターさんがさ、うん、せっかく空手部なんで、うん、もうちょっとこの盛り上がってる感じの、うん、バラエティーみたいな感じで、今回行きましょう、うん、みたいな、なってさ、組手を、うん、笠田さんやってもらってもいいですかね、へっっ。そう、ね、いつもちょっと真面目なロケなんでね、面白く、しましょう、みたいな。まあまあいいですよ、つって。で、組手を見せてもらったの、空手の。うん、初めて見るんだけどさ、寸止めなのね。へ、空手の組手って、ああ、で、なんか、グローブはつけるのよ。オープンフィンガーみたいな。つけるんだけど、寸止めで、ヘイ、セイって言って、で、一本とかあるんだけど、ポイント制で一本が何ポイントとか。で、何ポイントまで行く、まで終わんないの。一本取っても、うんうんうん、その場で柔道みたいに終わんないの。うん、で、なんかいろんなもうハイキックとかの全部寸止めなのよ。はいはい。んで、ああ、まあこれならまあ大丈夫かな、と思って、うんうんうん、何の練習もしてないし、もういきなりやってくれ、みたいな。うんで、まあ、キャプテンとさ、うん、やって。で、私は一応この、フェイスガードみたいなね。うん、この、何、つけてさ、はいはい、ヘッドギアに、前に、顔の前のところにガラ、はいはいはい、ガラついて、強ガラついてみたいな。丸っこいやつ。あれつけて、まあまあ大丈夫だろうと思って。うん、まあ、やってさ、キャプテンと。うん、一番まあ、強いとされてるね。うん、で、やって、まあ、いい感じで、この、寸止めで、顔の前とか来たりとかさ、うん、ちょっとコツンって入ったりとかした。うんうん、あたたたたたたたとかやってさ。うんうん、で、試合終わってさ、うん、そしたらディレクターさんが、もうちょっと派手なやつ欲しいですね。つって言って。いや、派手なやつ、まあ結構今のでよかったんじゃないですかつったら、うん、ちょっと一年生と、やってもらってもいいですか、うん、みたいなこと言われてさ。うん、で、まあまあいいっすよ、つって言って。うん、じゃあこの中の一年生、じゃあ君、やろう、つって、呼んでさ、うん。そしたらディレクターさんがバッと行ってね、一年生とか。なんかちょっと耳打ちしてんだよ。うん、そしたらその瞬間一年生がね、うん、顔がシュッてなってさ。うん、もうちょっと嫌な予感するわけ。うんうんうん、私的には。これ大丈夫か、つって、はいはいはい。で、試合開始始めって言ったら、もう、いきなりよ、せいせいって言って、もう、ワンツーが顔面にバンバーンって入ってさ、おー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 もう、寸止めじゃないの勢いついちゃって、おーおーで、うわーってなってさ、うわーちょっと待って、ヘッドギアガーンって外して、おーちょっとこれおかしいだろみたいになってさ、
んで、結構な衝撃だったのよ。はいはい、はい。んで、まあ、バラエティ的にね、まあまあ、いい感じじゃない、言ったら。盛り上がってんの、ね、盛り上がって、みんなバーって盛り上がってさ。で、言ったら、ちょっとディレクターさん来てね、すいません、今ちょうど、1年生のその、背中が、カメラの方向いちゃって、はいはい、春日さんの顔がちょっと撮れなかったんですよ。はいはいはい。もう一回お願いしますかって言われてさ。んで、まあ今までもまあそんなに言ってもさ、あの番組ってそんなバラエティじゃないじゃない。なるほどな。なるほどな。ね。普通のバラエティはいいんだけど、これは、あるのかと、オンエアが。やっぱちょっと考えちゃうわけですよ。やってもね。で、その1年生の子も、いやなんか自分が悪かったみたいな感じで、またこの、より顔がシュッてなってさ。なるほどな。で、なるほどなぁ、うん。始めたらさ、ものの見事にさっきより強烈なワンツーがワンワンって入ってさ。ああ、そこが、ガラスの上に来るんだ。ガラスの上に来るんだけど、まあまあね、衝撃は来るわけですよ。まあまあ来るでしょ。まあまあ来るのよ。ほんでガーってなって、痛い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 、おーいみたいになって、で、まあ、まあ、OK だと。その2回目しんどいなぁ、リアクション難しいなぁ。しんどかった。で、まあまあ、一応取れただろうと思ったら、その、ディレクターさんが、加藤さん、ダメでしたね。何ダメでしたね。負けちゃいましたね。つって。負けちゃいましたね。そうそう、試合そのね、組手にね。うん。で、どうですかつって、うん。女子もいますよ。つって。うん。言うわけですよ。うん、カメラ回ってるからさ。うん、回ってたら、それはさ、あ、女子、行こう。つって言うじゃない。はいはい、女子ならまあなんとか、はいはい、まあいい試合というかね、うまいこといいところでさ、まあこんなあれだけど、なんかいいのもらって倒れるとかさ、まあできるじゃない。こっちからも多少攻めたりとかして。うん、で、じゃあ女子やろうっつって、はいはいはい。で、女子こう出てきてさ。うん、今そのディレクターがこそこそって話したら。また女子もちょっと、こう、背筋がピンとなってるわけですよ。で、始めってなって。で、まあそこそこいい攻防がね、あったの、攻めたり、攻められたりとか、はいはい。あ、これちょっといいぞっつって。え、それは寸止めでやってる。寸止め寸止め。で、なんかね、飛び込むのよ、空手って。そう、ジャブとかで牽制とかじゃなくて、ボクシングって。飛び込んで打つ。誠意みたいなので、ダンダンって飛び込むから、だからまあ勢いついちゃうんだけど、さっきの先生みたいにさ。んで、やってたらさ、んで、その、そろそろ、まあ、もらってもいいかな、っていう時間帯になった。したら、その女子が、誠意って来て、右の肺ですよ。右の肺が思いっきりこの、首のさ、この円髄のところにさ、入ってさ、初めてだよ。体の中からバキッと音がしたの。落とすのね、ここ。バキッって、円髄に入って。んで、前のめりに倒れますよ。バタンつって。言ってね。ほいで、おいみたいになってさ。で、聞いたらその女子がなんかすごい成績の持ち主だったみたいな感じで。もう聞いてなかったぞみたいになって、まあまあ OK になってさ。で、その後みんなで、仲良くカスカス体操をやった。はい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 。みんなで。ほいでさ、だから、どこまでこれ使われるんだろうっていうね。ああ。その医療、一応医療番組だからさ。うん、バラエティーで、うん。うん。そういうのも、ちょっと、あんまり張り切れすぎられると困るなっていうね。はいはい、はい。ディレクターさんが。まあ、でもムカついてんでしょ、うん、だから。いや、まあ、ムカついてるって言ったら、まあ、あれだけど。うん。まあ、どうかなっていうね。うん。ちょっと。まあ、言われる空手家のことはマジの人だったからな、言われる通りだったらいいのよ。うん。正直ムカついたね。なんだかなって、ムカついてんだね。オットコンの料理。毎週発表されるとても男らしい料理名がどういう料理かを答えてもらうコーナーです。カズさん、今日の料理は誇らしげ丼。はい、ということでございます。早速行きましょう。二八亭そばすけさん、誇らしげ丼。店主が、うちはお米を炊く水にもこだわってるんだと得意顔で出してくるが、びっくりするほどまずい。これは誇らしげということですね。なるほどね。ラジオネーム琴の侍。誇らしげ丼、アメリカではプライドンという名前で市民権を得ている。誇りがプライドン、ね、プライドンということですね。うん、ラジオネーム琴の侍、誇らしげ丼。丼の具であるエビが反っているのではなく胸を張っている。誇らしげにしているということですね。はいはいはい。ラジオネーム部屋強し、誇らしげ丼。
とある伝統工芸の職人一家を追ったドキュメンタリーで、なかなか息子のことを認めなかった父親が、ある日の息子の仕事を見て、母さん、今日は誇らしげ丼にしてくれ、と言ったのには、見ていて涙をこらえきれなかった。ようやく認めた日がね、なるほどね。来たということで、ラジオネーム電柱神話、誇らしげ丼。ご飯の上に乗っけられているフライドチキンのことを、プライドチキンと呼ぶ。ああ、そういう。かわいらしい。うん、そう呼ぶだけなんだね。かわいらしいな。うん。ということで、春日さんに、一番この料理らしいものを一名選んで、もらいます。から手かをそそのかしてはいないので安心して選んでください。大丈夫ですか？強烈なのもらわなくても。もう済みますね。後頭部蹴っちゃってくださいとは耳打ちしないので、春日さん、そう、高ぶらずに、落ち着いて選んでください。危ねえ、危ねえ。ね、落ち着いて。オンエア頼むよっていうとこだったよ。うん、危ないね。どうするそれで、うん。組手のとこだけ、寸止めのとこだけオンエアされてたら。いや、全然あるよ。全然ありえるよ。あ、そう。ありえるよ。うん。うん、どれでしたっけ？選ぶのね。はい。じゃあこれだな。エビが反っているんじゃなくて胸を張っている。ラジオネームコットの侍。はい、うん。おめでとうございます。この方には、ニチレイの冷凍食品詰め合わせセットプレゼントします。今月のプレゼント商品は、新本格炒め製法でさらに美味しくなった、新本格炒めチャーハン、若鶏の照り焼き、新レンジ生活、しほろ牛コロッケ、お弁当に行く卵サラダフライ、この4種類が入っています。さて来週ですが、竹田リーの山口からメール来ています。初心に戻り、ありそうな料理にしてみました。まあ、本当かどうかわかんないですけども、うん、発表します。里芋のぶっころがし。うん、男なら進んだ道を戻ってくるんじゃねえと説教され、戻ったことを後悔した戻りガツオの情けないお作り。合コンで一言も喋らなかった男の墓場飯。というのがあります。まあ、ちなみに前田幕校から来てますが、ちょっと里美ちゃん、前田幕校の一個ぐらいだけちょっと、今出せる？ちょっとブースの中来て、一個だけ読んであげようよ、ここまでね。送ってきて一個も読まれてない。前田幕校の一個だけ読んであげて。一個だけよ。いいですか？うん。逆に気になるよね。いきます。うん。熱血、冷麺の灼熱地獄蒸し。です。いや、もう全然武田リーナパクっちゃってる路線じゃん。うん。インスパイアされすぎだろ、それ。バッコ関係ないんだから、男は。あいつただの痩せ細った男なんだから。うん、そうだよ。一応、若林くんにメッセージが来てるんだけど、読んでもいい？あれ？何よ。どうも、ひろやすです。熱のこもった目に送ってこいやとのメッセージいただきありがとうございます。目が覚めました。あの若林さんの言い方、あれは、男！いや、ちなみに、バカリズムさんも、その回聞いてくれてたみたいで、竹田リーノがああいうキャラなんだから、ひろやすはバッコーとか言ってないで、ひろやすにしてちゃんと突っ込めっていう意見、ほんとそうですよねって言ってた。言われてるぞ。前田バッコー。ひろやすでしてね。まあ、そこ治ってきたってことだね。うん、徐々にだね。ということで、ひろやすのも含めて、春日さんどれにしましょうか。そうですね。じゃあこれにしましょうかね。合コンで一言も喋れなかった男の墓場飯。わかりました。竹田リーナ選ばれました。どういう料理か、どういう食べ方か、どういううんちくがあるのか書いてきてください。メールアドレスは kw@allnight.com。 はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送、オードリーのオールナイトニッポン、男の料理の係まで。日例の冷凍食品をお送りするので、住所、本名、年齢お忘れなくお願いします。実録春日学部。今週は久々に春日学部です。早速行きましょう。ラジオネームジャック。
顔にコンプレックスがある。え、どうですか？いや、そう、ストレートな、いや、別にない。じゃあ、じゃあ、焼却炉ですね。そう、何も思わない。はい、ラジオネーム、船勘。税金対策として、三鷹に駐車場を持っている。これどうですか？いやいやいや。持ってないから。もう事実ではないから、ね。じゃあ、焼却炉です、ね。うん。ラジオネーム、ジャック。ベッドの上で M のふりをしたことがある。ありますか？これはね、合格ですね。これは合格ですね。じゃあ、図書館ですね。これあるんですね。うん、あるね。ね。S のふりもしたことありそうですけどね。S のふりもそうだね。でもそういうことじゃない、うん、でも。まあね。うん、男女の営みっていうのはさ。プロレスですもんね。騙し騙され。うん。うん、ラジオネーム、デレク・ジーカ。自分が恥ずかしい思いをするのは嫌いだが、人が恥をさらしてるのを見るのは大好き。なかなかデレクジーカ鋭いですね。作家志望。作家志望しか書いてこなくなりましたね。どうですか？合格ですね。合格です。もう恥ずかしい思いするの、ほんと春日嫌がるからな、プライド高いから。大体ぶっ飛ばすぞつってね、なんかね、本気で来てくれよとか言うのもね、負けたくないからなんだよね、こいつがそういうリアクションするのはね。もうや、まあ、やめろよ。そう、メールに来たネタ以上のことを出すなよ。この間もスギちゃんと俺と春日で風呂入るロケあったんです、うん、こいつだけチンコ隠してたの、カッコつけてんのこいつ。カッコつけじゃないし別に。ラジオネーム、バスケットカウント、うん、部族とやった。これは合格ですね。いやいや、焼却よ。悪症。いや、まだやってないよ。まだっていうのもね、なんかね、こう、うん、自分の恥ずかしい思いをしたくない。いや、恥ずかしいことないだろ、別に。俺はやる可能性あるよ、みたいな。濁すことによって、なんか、底知れなさを見せてカッコつけんだよね。いやいや、まだわからん。ラジオネーム、宇宙を大切に、うん、セックスで射精した後、量産出たでーと言っている。これは退学ですか？まあ、そうですね。そうそう、言ったことないね。ラジオネーム、宇宙を大切に、うん、素人時代、救命病棟24時の患者役で出演したことがある。したことないね。したことない、うん。ラジオネーム、ヒッパーマン。帽子が全く似合わないことに一番のコンプレックスを感じている。もう、まあ、それはもう受け入れたかな。じゃあ、うん。ラジオネーム、ドランカ、うん。なんとなくリズム芸人をちょっと下に見てしまう。あ、これ合格ですね。いや、そんなことはない。すごい下に見てます、ね。下には見てないよ。見てないです。見てないよ。そうだよ。瞬間ベテランって相当面白かったよ。なんだっけ。ああ、リズム芸人。リズム芸人。あいつらリズム芸人なのかな。ステラステラがあった、ステラステラが。うん、ラジオネーム、ゆうじろう。楽しんごに抜いてもらったことがある。これ合格ですね。いやいや、ないよ。抜いてもらってた稽古場で。いや、ないよ。マッサージはしてもらってた。天井に貼り付けられて、天井が下からこう抜かれてたじゃない。雨だっつって。雨っつって逃げてた、楽しんごが。それどんなプレイなのよ、これ。じゃあ、嘘ですね。嘘ですよ、うん。ラジオネーム、夏フェスより夏狩り。まだ詳しくは話せないが、うん、番組の企画で、うん、パワーシャベルを免許を取りに来てる。これは情報回っちゃったか？ありそうだな。パワーシャベルの免許。ありそう。合格だな、うん、これ。いや、ないね。怪しい。今はないね。うん。ラジオネーム、夕焼け染まる赤根雲。若ちゃんと D ちゃんは自分よりも学歴が低いので何を言われても腹が立たない。これはあるぞ、大輔、これ、春日は。いや、もう、そんな高学歴じゃないしね。私がさ、本当何、うん、本当東大とかさ、うん、だったらまだわかるよ、うん。うん。日大だからね。そう。あ、思わないですか？思わないですよ、学歴で。うん。学歴はそう思ったことはない、ね。じゃあ、不合格ですね。最後です。うん、ラジオネーム、いぶし銀太郎。自分をつくづくスケベな女だと思う。だからその男じゃなくてこう女だ。まだお姉ですから、春日は。俺は思うんじゃない、スケベな女だな、俺ってって。いかんいかんって。どういうことだよ。俺も俺ってって言ってるわけでしょ、うん、スケベな女だな、俺って。思わない、これは。まだ思わないね。わかんない。そういう女の、テンションで
その何かそういうことやったことないからね。エロい男だなって思うときある。それはもう思うときあるけど。ああ、スケベな女と思う。スケベな女。あれさ、このスケベな女とか男っていうさ、うんうん、意味で言うとさ、うん、俺たまに自分がやっぱエロいのかな、人の何倍もって思うときがあるんだけど、みんなどのぐらいなの？それはもう永遠のテーマだよね。いやいや、本当にさ。俺が街歩いてるときに思うぐらい、正直いいケツしてんな、あの人胸でかいなって思うぐらいの頻度で、うん、大沢さんとかもう思ってんのかな、あ、思ってんすね。そう思ってるでしょ。ヨシキと俺の数も同じぐらいなのかな、うん、だからそのさ、はっきりとした回数はもう頻、同じぐらいで濃度となんていうの、そのテンション俺と奥田とかも同じぐらいなの、結構思う、街歩いてて、うん、奥田対は高いよ多分。あ、奥田さんのせい、だってこう全身で勃起してるみたいな感じだもんね。そうだね。うん。奥田ってね、全身勃起してるもんな。そう。勃起しながら歩いてるじゃないんだもん。勃起が歩いてる。もう死語になってるから。勃起ウォーキングしてるもんな。勃起ウォーキングだよ。ハイキングウォーキングみたいに言うの。勃起ウォーキング。勃起ウォーキングのボケの方だもんな。そこ行くと、里光なんかつまんないぞ、あいつ全然思わないんだよ、エロいこと。思わないの？あいつは思わないんだよ、つまんないぞ、あいつ。思わ、いや、あいつなんかね、もういいんだみたいなね、なんか風邪薬飲みすぎちゃってね、若い時にね。あの、なんかね、あんまもう性欲とかなくなっちゃってんじゃねえ、落ち着いちゃって。ふにゃちん。あいつふにゃちんなんだよ。だって、聞いたことある？里光が。おい、あいつ見てみろよ。いいケツしてやがんな、つって。お前、里光が言ったの聞いたことあるか？ない。ないだろう。ない。俺はお前によく言うじゃん。よくロケとかして。おい、カスが。あの女見てみれ。たまんねえな、あのケツ。つって俺言うだろう。それもないけどね。それもないけど。俺と同じぐらい思うのかな？いや、それは思うよ。それしか思ってないよ。街歩いてると。じゃあ明日ちょっと、あ、来週？うん。ちょっと日本放送、夜8時に入ってくれ、全員。なんで？街歩いて何回いいケツだなって思ったかちょっと発表しようみんな。それめんどくさいよ。何がめんどくせえだよ。それはさ、ちゃんとしたデート。ちょっと待ってよ、おい。何がめんどくせえだよ。いや、めんどくさい。メインパーソナリティが提案したんだよ。何がめんどくせえだよ、おい、よしき。ついに来るとこまで来たな、このラジオも。それでもめん、みんなで歩かなきゃダメなんじゃない？みんなで G メンみたいに歩く、あそこの。うん。だから有楽町の一階のビッグカメラの横断歩道を渡って。嘘なしでみんなカウンター持って、何回いいケツだなって思ったの。みんな G メンみたいに横一列で、聖堂さんも。一斉にカチャ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 って言う時もある。うん。なるほど、ね。どうする？ダントツで聖堂さん数多かった。したらなんかもう。900とか言って。一人の女性でもう10カ所ぐらいカウントしちゃって。ケツだけじゃないっつって。いや、したらなんかもう、嬉しい。逆に嬉しいよ。え、電車なん、どのぐらい乗る奥田さん、その、通勤で。電車じゃないんだっけ？電車でしょ？うん。30分ぐらい通勤時間。もうちょい。40分ぐらい。何回ぐらい思う？ 40 分の通勤時間で、いいケツだな、いい足だな、いい胸だな、って。40分で。うん。ま、4、5回。え？少ないね、それ。俺の方が多いわ、じゃあ。だって、それはさ、うん、その、社内に、自分好みの女性がいなかったら、思わないじゃん。確かにな。それは、なかなか難しい。好みもそれぞれ違うわけだからさ、そういった意味じゃ。わかった。じゃあ、こうしよう。うん。来週も春日学部やろう。関係ないでしょ。今の話の流れ。それで手打ちにしよう。いや、春日学部。結局、春日はベッドの上で M のふりをして、うん、恥ずかしい思いをするのは嫌いな人だってことになった今日は。そうだな。自分のことエロい男だ、スケベな女だとは思わないのね。女だとは思わないね。スケベな男だとは思う。男だなとは思うよ。しょうがねえやつだなって思う。しょうがねえ、まあまあ、しょうがねえなって。で、心の中でどんな風に思うかちょっと言ってみて、うん。おい。お前またお前女のケツ見てたぞ。
エロいやつ、しょうがねえやつだな。なんか、うん、ちょっと甘がみしてたし、なんか、右往左往してたんですよ、コメントが。ちょっとチャレンジしていいですか。いや、右往左往してないよ。チャレンジしてない。いや、まず一回甘がみしてんのは認める？してない。甘がみも認めない。認めない。コメントの右往左往は？認めない。もうオファー通りにきっちりした製品をお届けした。一回甘がみ、一回右往左往したと思う。No. いける？ちょっとちょうだいよ。じゃあ、チャレンジ。おい。お前またお前女のケツ見てたろ。エロいや、しょうがねえやつだな。なんか。確かにしてたね。うん。俺はもう申し訳ない。申し訳ないね。申し訳ないとしか言えない。チャレンジ成功です。ということで、来週も春日学校やります。メール待ってます。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。はがきの続きは郵便番号 100-8439 日本放送踊りのオールナイトニッポン春日学部の係までお願いします。ラジオネーム28亭そばすけ。おいやりまん、下落ちをよく聞くとチツと言ってること。死んでもやんじゃねえぞ。お前が思ってるだけだ。お前とあったね。ね、ラジオネームいぶし銀太郎。おい坂東英二、レズモノの AV を監督するとペニスバンドをエイジに改名すること。死んでもめんじゃねえぞ。やらないしな。というね、ラジオネームいぶし銀太郎。おい川端康成、肛門を抜けると前立腺だったという風俗リポを書くこと。死んでもめんじゃねえぞ。書くわけねえだろ。感動しねえよ。というね。そうだろうねってね。ラジオネーム二八亭そばすけ。おいやりまん、動物園デートで偶然ライオンの交尾を見かけ、平然を装いながらヒョウ柄のパンティーを濡らすこと。死んでもやるじゃねえぞ。くだらねえ。上場的に流してきてんのね。ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたいニチレイ、日本損害保険協会以上各社の協賛で、東京中田区有楽町の日本放送ケアステーションに全国36なお送り。春日さん、怒り収まりましたか、空手の。いやいや、まあ、そんなに怒ってはいないけど、オンエアしてもらえばいいのよ。あうん、だからまあスタジオでまだ見てないからね、うん、それ4発撮ったっていうのが4発ともオンエアってことは、まあ尺的に難しいかもな。難しいかもな。キャプテンだけかもな。またあのあれだよな、体すごい強いと思ってイメージされちゃってんだろうな、何でも大丈夫だろうみたいな。自分で言わないと、まあ、自分で言わないとダメだよ ね。まあまあそうだね。ちょっと待ってください。だから達人とかだったらいいのよ、やっぱそのね、向こうの学生さんも頑張っちゃったっていうのもあるし、それもまあ悪くないじゃない。そうね、うん、張り切ったというね。たまにさ、でもお前がさ、ディレクターさんに、あんまり仕事したことないディレクターさんにさ、春日さんここでなんとかって、あの滑ってるって言われちゃってますよ、このままでいいんですかとか言われてて、お前がちょっとムッとしてる顔見てる。そうそう、なんか期待されちゃってますよ、やんなくていいんですか鬼瓦とか。あるある。なんかそんなこと言うディレクターがいてさ、チラッと横目で見て、言われてる言われてる。あれはね、正直ムカついちゃうね。ムカついてるもん、お前その辺のやつかと思っちゃうね。カツが顔がさ、はっとか言って言うもん、言っちゃう。でもこいつはね、え、何ですかそれってはっきり言えないの、
一回聞き返すことがこいつの最大の反抗なんだよね、うん、そうやっぱりね、やりづらいやつと思われたくないから、ね、そっちになっちゃう。じゃあすぐ返事しろ。いやでもムカついちゃうの一瞬。俺すごい嫌なのは台本に俺が一発ギャグ、うん、一発ギャグどうぞ若林、うん、誰々、うん、一発ギャグやる、うん、若林滑ってんじゃねえかよって滑る前提の台本なんだ芸人さんに失礼だろと思ってでそれなんもうその頭を面白いものを作ることの頭を使うのも敗北宣言じゃんそれって。そうテレビを見たまんまとでしょ、うん、そう、うん、なんかその滑るとこまでやっちゃってたらさ滑り笑いを最初から狙ってるっていうさ結構あんだよな、台本で。だから一発ギャグは多いのね、うん、俺が無茶振りして誰かが滑るって台本が。だから絶対一発ギャグにしないで振ってんの。ああなるほどね。熱い一言お願いしますとか、うん、そっちの方がまあありがたいよね。熱いメッセージをお願いしますとか、うん、振りからしてもうちょっと難しいことになっちゃってるからね。あと大体俺が川柳を振ってる時には、うん、一発ギャグだったんだなって思っていただいて川柳ってねあんま滑んないのよ。五七五にしとけば、まあ、そうだね確かに、うん、普通のこと言ってる。まあそれもお拾いなんだけど、うん、なんのひねりもないっていうことにもちゃんと持ってけたりするし、うんまあそうだね、滑ってる感じになんないじゃん、うん、笑いを取りにストレートに言ってない感じするもんね。そうそうそう、ギャグとかだと思うね。一発ギャグ無茶ぶりのあの台本って多いんだよな。滑るかっこ滑るって書いてあったで滑ってんじゃないですか。あれはね失礼だと思うよ振る人に。そうだね、うん、滑る前提はさすがちょっときついね。でなんか、うん、持ってる食べ物没収とか書いてある流れになっちゃってのはきついね。まあいろいろありますね。自分の工夫次第ですよねそれ、うん、ということでオードリー若林でした。おやすみフィーちゃん。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。動物バーンっていう出ました。動物バーンイエーイありましてなんで今に効果があったんだみんなで春日の幹に群がってね、うん、子犬たちが、うん、春日のリアクションもおかしいんですよ。そういうことされてて春日がずっと、うん、頑張って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 って寝ながら言ってるんですよ犬に。いやそりゃそうでしょうよ。おいお前またお前女のケツ見てたろ。エロいやつしょうがねえやつだな。テレッテーデレッテテ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 テ私はフン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 街角でフン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 なかった。全然知らねえじゃないか。日曜プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜かすみよろしくお願いいたします。一つよしな、まあ、この番組はね何かを思う、うん、チャレンジということで、うん、それを合言葉にお送りしている番組なんですけども。そうですね、先週決まったね。先週その何か思うみたいな話したら随分いろんな、うんお仕事する関係者の方に、うん、本当に何も思わなくなってるのって結構聞かれましたね心配されてやっぱ、ね、いろんなこと言ってくれる人今それも結婚した方がいいよとか、うん、子供産むとそれって変わってくんだよって。あ、そうなの。そうそう、もう自分のことじゃなくなってくんで人間ってっつって年重ねるとつって子供っていうのに一生懸命外に向いてくるから自分のことあんまりどうでもよくなってくる時期の気配があの子供とか結婚した方がいいよみたいな。ああ、それこそ本当チェンジした方がいいってことないか。その環境を、うん、そうそう、まあ、チェンジチャレンジですけど。チャレンジ何かもうチェンジじゃないチャレンジチャレンジね。なるほどね。っていうのがあって、まあ、あの先週、うん、クジラさんがね、うん、あの結婚披露宴の帰りに浮気相手、うん家に行ったっていう話をしたら、うん、したクジラさんが激怒ですよ。なんでお前いい加減にしろお前何言ってんだ お前のせいで、あのもしそれがあの嫁の耳に入ったら、
今俺は仲良くなろうとしてるのにどうすんだってね。まあ呼び出されて怒られた。あそう。ああ怒られて。怒ってた。うん、でも最近なんか、うん、可愛い女芸人を口説いてるらしくて。頼むぜ、うん。なんかそういう情報も。あそう。で説教されましたクジラに。なんてよ。石田純一さんのしくじり先生見たけど。共感したなーってクジラ言ってた。あ、うん、精神は同じなのかね。あそうそうだから、うん、そうそう言ってた。俺考え方が全く一緒石田純一と不倫は文化だと思ってるっつって。でだからお前あれだなっつってじゃああれだ中石田純一だなって俺が言ったんだよ。うん、こうじゃない。したらクジラ言ってましたよ。うん、それも石田純一だろっつって。子でも大でもなくて。中だったらそれで石田純一だろで俺はそれには何も思わなかったけどそのツッコミに対しては別にうまいとも思わないし面白いとも思わなかったしああ思わなかった でお前が、うん、質問してただろっつって、うん、相当自分のこと好きじゃないと、うん自分に気があるって思ってデートとか誘えるっつって、うんうんうん、お前はね天狗だよみたいなあれモテるやつの発想だぞっつってお前なんかがそんな発想しちゃダメなんだみたいな説教されて怒られた。うん、でも女を口説くっていうのはなっつってあいつにやっぱ説教されたあそう俺はその女の子が向こうから来るってことはないから必死に口説くしかないから自分から行く以外のことをしたことないで向こうも好きだなって確認してからデートしたりしたことなんてないみたいな。なるほどね。まあそれはそうかもね確かに、うん、であいつはそれ努力してるんだっていつもで最近女芸人口説いてるらしい。いやいやもうしなくていい努力じゃん。これも相当言うなって言われたからまあ怒られるだろうね。もう怒られたらやっぱちょっと悪いことしたなとは思うわけ。いや何も思わないなんかチャレンジしてからじーっと胸元とか見ちゃう怒られてても。ああそう、うん、まあじゃあ怒られるだろうけど、うん、また呼び出し食らうかもしれないけどかもしれない。何も思わないってことはね思わないのかな。でしょうがないよね。そう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 、うん、でなんかそんなんでなんかやっぱ口説いてかなきゃダメだっつって言われたね、うん、ああそうねえ、うん、なんかしくじり先生もさ、うん、いろんなタイプのしくじりの先生がいてさ、うん、その、なんだ、岡本麻里タイプ、うん、誰逃れタイプみたいな、本当にこう、もともとその、隙がある人間の人がしくじってるパターンはこう、すごく突っ込めるんだけど、うん、なんだろう、その、論理的にしくじってる人って、うん、その大人だったりしてしっかりしてるから論が、なんかこう生徒側からこうねやいのやいの言う感じにならなかったりするんですよ。だからついつい忘れちゃうんだよね。石田純一さんも、うん、若林くんも恋しないと色気が出ないよタレントとしてなんて言われて、うん、ああ確かにそうだなってこう身に染みてくるわけ。人生経験もあるし、でオンエア見てたら、うん、でもあれだな石田先生の授業はものすごい胸に染みちゃって、うん本当に石田さんの言う通りだし、石田純一さんは人が好きなんだよね。うん、だからこう、うん、いろんな人をこう、と接したい。なるほど、ね。自分のことを話したいし聞きたい。で、すごい相手のことを考えるんだよね。うん、本当に、なんか、うん、その、物事よりもその人が魅力的でさ、聞き込んじゃったんだけど、うん、オンエア見たとき、だから結局その浮気した、うん、浮気をされた、人に対して悪いと思ってるのかどうかを聞くのすっかり忘れてたなと思って。うん、ああ、なるほどね。うん、あまりにも論がしっかりしてるから。もう基本的なところを忘れちゃうぐらい。ポリシーがあって、浮気してたんだなと思っちゃった。なんかこう、自分の中で道理がうまくいっちゃうというか。ああ、なるほどね。そう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 。っていうのがあってさ。うん。うんそうか。それはクジラさんにはあるわけ。そのね、自分のことが石原純一さんに似てるっていうさ。いや、全くないですよ。そう、責められる隙はあるわけだ、クジラさんは。ない。あ、責められる隙、うん、あ、俺から見た。あるある。あれ、隙、うん、っていうか、もうその隙をさ、うん、つく気にもならないっていうかさ。まあ、例えばあいつはさ、親のマンション住んでるんで、うん、家賃がないです。うん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 、で、
浮気防止のためにあの風俗行くことにしたからいい風俗教えてくれっつって、うん、でこの間初めて風俗行ってみたんだっつって、ね、あの3万の高級ソープにいや初めてが3万、うん、行ったね。でその金どこから出てんのっつって、うん、あのゴルフ趣味ですしね、うん、あの藤原さんはゴルフ趣味で、うん、あの土浦のショーパブまで車で行ってますから、うん、自分の自社で行ってますからね。そうそうそう、まあお金も持ってるし、うん、いや聞かない、もうなその金の出どころとか一切聞かない、うんうん、ああそういうことか、うん、そこはやっぱり違うんだろうね、うん、石田純一さんとちゃんと、まあ、やることやってるっていうかさ、石田純一さんはね、そうよ、立派よ、立派だから、うん、そのだから中石田純一が中石田純一が中石田純一はね、うん、クジラさんのこと、そうそうそう、中石田純一はやることやってないからなんだろう多分ね、やることはやってないですよね、うん、ただ、うん、こないだクジラさんはやっぱり、うん、褒めてましたよ。褒めてた、うん、何を？三四郎とウエストランドあいつらいいな、最近最近いいな、あいつら来るぞっつって、お前が来てないのに、そう、お前どこに来るんだろう、お前俺だって、お前あいつらの開始の速度俺たちの世代より全然早いから、うんうん、お前備えとけって言われたもん、うん、俺なるほどね、うん、アドバイスされた、あの開始の速度の速さ俺らの世代にはいないな、うん、俺らの世代の倍ぐらい速いから俺なんかいじられてても遅いって言われちゃうもんね、うん、若林もお前備えとけよみたいなクジラさん、あのスピード感にみたいな、クジラさんは備えてんのかな、もうすげえいじられてんだって、三四郎とウエストランドは上にだって、うん、あの自分たちがまくってやるんだって気持ちでやってるみたいだぞみたいな、うんうんうん、備えとけみたいなやられるぞと、やられるぞ、食われるぞと、食われるぞ、どの辺の距離感で言ってんだろうクジラさんは、同じリングインファイトしてんのか、それともなんかもう向こう岸前から見てる感じなのかな、どういう立場なんだろうねそれ。なんか、うん、まあ、こんなこと言うのもさ、うんうん、本当に良くないかもしれないんだけど、しくじり先生なんかやりながらさ、うん、こういう質問の仕方したらもう一個奥まで話してくれそうとかさ、うんうん、多少考えながら質問したりしてるからさ、うんうん、こっちにものそのちょっとこう、うん、そういうね、うん、駆け引きありきの質問だったりするから、うん、その俺の本心とちょっとずれてたりすることでも聞いたりするじゃない、うんうん、はいはい、でそれ本当に俺の本心だと思ってあいつテレビ見てるから、うん、お前のあの発言あれダサいなみたいなやっぱ言われちゃうよね申し訳ないっつってあそこは謝るんだ、うん、そこを戦う気にもならない、戦う気になんない別に、うん、関係ねえもんクジラと俺別に関係ないな。まあまあそうだね。そう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 。なんか、うん、スペインかなんかの外国のビール飲んでたけど。あそう、うん。生意気だね。ちょっと生意気で今なんか女芸人口説いてるらしいですけどね。なんだろうもう、うん、そのくせ、まあ、言うなとか言うわけでしょ。まあ怒られたね先週の発言は。うん、答えて俺もそればっかりは、あそれは答えた、うん、ほうほうほう、二度と言うのやめようと思って、うん、そのことについてはね、うん、家族のことについてはね、自分がその浮気をしてたっていうことに対してクジラさんがそうそうクジラさんが怒ってた、クジラさんが言ってどっかの作家さんとかじゃなくてあいつはつまんないっつって、放送作家さんとかじゃなくてクジラが言ってた、でクジラはね最近西堀のこと褒めてる、うん、いやあいつは優しいし、うん、一切気分が悪いことになんなかったから西堀多分売れるっつってたね、うん、だって若林とゴンと西堀と俺だったら西堀が人として一番いいやつだもんなっつって言ってた、うん、うーん、まあまあまあそれはね、うん、確かにそれはまあわかるよ、西堀さんはね、うんうん、めっちゃいいいい、そうそうそうしね、うん、自分のことはどう評価してるのこれ。そこはすごい気に、それ聞いたことある？ないな、とにかく三四郎とウエストランド来るっていう。言ってたのがね、
オードリーの漫才なんかちょっともう一昔前の形になってる。今、三四郎とウエストランドの漫才が一番やっぱり、一番今なんだよな、つってた。オードリーの形とかちょっと一昔前って感じだよな、つって言われて。それさすがに腹立ったでしょ。いや、別に何も思わなかったね。なんだろう、なんか、何も思わなかったね。なんか、お笑い好き、お笑いのコアなファンとお茶してる感じ。そう思うんだ、みたいな。なるほどね。うん。もうその現場の俺、うんうんうん、なんか、なんか好きな人っていうか。お茶の間。うん。お茶の間評論家と。お茶の間とは言わないけど、なんか、すごい絡んでくる人みたいな。ああ、なるほどね。うん、ああ、そのぐらいのレベルか。うん。聞いてみたいけどね、どうその自分をどう分析しているのかみたいなね、うん、あ、自分自身をね、うん、自分自身を何が足りないとかさ、あ、うん、そこまで言うと、そういう話は一切しないよね、自分では。うん、うん、これで勝負するとかもあんまないんだ。あ、自分の芸とかに対して、うんうん、そういうのはあんまりないね。うん、まあとにかくタイガさんのことを喋んないからダメだっていうのがすごい。でもタイガさんあれは決勝行ってるけどね。あ、そういえばそうだね。去年ね、あのクジラさん行ってないで、ね、タイガさん行ってる。タイガダメだっつってた。面白いね。うん。うん。うん、言ってたなぁ、そうやって。もう、なんか、何かが見えてるんだろうな。そうそう、うん、それでなんかね、新宿かなんかに、なんかすごい飲み屋あるんだってね。うん、なんかね、居酒屋で、うん、相席居酒屋って知ってる？ああ、聞いたことあるよ。うん。新宿といっぱいあるよ。そうそうそう、赤坂とかにもあるし。うんうんうん、なんか相席して、うん、そう男二人で先座ったら、女の子二人がお客さんに入ってきたら、相席になって、そこでこういきなり喋るっていう居酒屋が今流行ってて、うんうん、そこになんかね、ゴンちゃんと行ったらしいんだよ。マジ？本当に？うん。もう単純に行くなよ。行ったって。行ったって。はぁ、うん。うん、どうだったって？いまいちだったなって。なんまいき。あ、そう。うん、そうそうそう。やっぱりその探求心が強いんだね。性のね。なんかね、うん、こう、奥二重みたいな感じでね、うん、あの、切れ長の目の女が好きって言ってたな。いや、知らんよ。ずっと語ってたな、俺の前で。知らん。お前はまだなんか余裕があるんだから、余裕あるから女を見れてないってだいぶ説教された。もう金もなくて、うん、全然こう仕事もなかった時代に、うん、一緒にいてくれた女の子に対して、うんうんうん、すごい大事だと思ってただろうみたいな、今それがもしないとしたらお前天狗で、すごい怒られたな。女の子のもっと、あ、なんかね、うん、その女自体を愛してないとね、うん、いけないってなんか言ってたな。なんか、そういうタイプなんだよ。それって何って聞いたら、うんうん、まあ、単純に体の相性だろうな、つって言ってたな。今、まあ、スペインのビール飲んでたかな。泡がきめ細かい。フルーツの香りのする。ちょっと入ってる。親のマンションに住んでる？親のマンションに住んでる。なんつうの、プロペラみたいなの回ってる、あの家あるじゃん。なんつうんだろうね、あれ。なんかね。あれあるね、なんかあるね。空気の空調が良くなるんでしょ。おしゃれな、なんか。うん。あるね。シーリングファンっていうの？シーリングファン。ゆっくり回ったやつでしょ？シーリングファンついてるんだよね、あいつ。はぁ、なるほどね。すごいね。うん。うん。そうそうそう。いや、大したもんだね。結構整体とかで体整えてもらって。何のためにね。何のためになんだよ。全部ひっくるめて。なんで俺が怒られなきゃいけないんだよ。ふざけんじゃないよ。なんで俺が怒られなきゃいけないんだよ。俺は知らないよ。三四郎とベストランドが来るだよ、うん。ちょっとオードリーの漫才古くなっちゃう。
ああ、なるほどね。もう面白い。早い、開始が早い。俺らの世代に追いつかないですよ。来るって。参っちゃうよな。頑張んないといけないね。頑張んないといけない。ちょいちょいだから聞いた方がいいかもしれない、くじらさんに意見をね、うん。ちゃんとフラットに見れてるのかもしれない、もしかしたらね。なるほどね。うん。はい。いろんなこと。今のお笑いかよな。そうね。うん、あれ何なんだろうな、すごい指摘したら怒ってたけど、うん、すごくね、うん、あのたけしさんが言ってたんだけどとか鶴瓶さんが言ってたんだけどとか村上龍が言ってたんだけどつって、なんか超ビッグネームを枕言葉につけて喋り始めるのよ、うんうん、お前ってなんか、うん、すごく権威の名前を出して話し始めるよなっつったらね、うん、うるせえなっつって、うん、本質をつくなよっつって怒ってたね。気づいてはいるんだね。立ちが悪いね。ああ、面白い。ああ、面白いね。意味もなく、横断歩道の赤で信号待ちしてるとき、ケツケったのね。いいですね。でえなーって言ってた。まあそれは言うだろそれは言うでしょ、うん、タクシー乗って帰ってたけど、あいつん家まで多分4,000円ぐらいかかんじゃないか、深夜だから、うん、うん、するね。3万の風俗言ってたけどな。それはちゃんと行けたのかな、だって。あ、それでその話なんだな、うん、あんまり行けなかったっつって、ね、愛してないといけないんだっつって。なるほど、じゃあ無理だね、風俗はね。無理だね、この先ね。そんなね、話をね、行きまくりの若ちゃんに聞かされても、困りますよね、そんな。共感できない、こっちは。そうだよね。こっちは行きまくりなんだから。うん、ね、体ない人とかも関係ないと。うん、関係ない、関係ない、うんうん。そうだよね。うん。タイプが違うね。先週、漫才台本送ってくれたら嬉しいですって言ったら、もうこれ見てください、うん、山のように。あ、すごいね。あ、すごいじゃない？届きましてね、うん。ありがたいですよね。これでも全部読み終わるのに、もしかしたら1ヶ月ぐらいかかっちゃうかも。こんな分厚いから。うんうんうん、読みますけどね。うん、そう。で、これ全部読んで、うん、読ませていただいてたね。うん、全く今のオードリーがやったことない形でもう一個書いてもらって、うん、もし面白かったらお話しさせていただこうっていう流れにしようかと思ってるんで、うん、今月いっぱいに返事が来なかった方は、うん、メールの方にね、こっち、うんうん、ちょっとご縁がなかったっていうことにさせていただこうかな。すごいですよ、うん、何よ、40代の主婦の方もまあまあの下ネタ送ってきてます。これはもう全部家で読むの楽しみですよ、私はね。へー、うん、おー、確かに相当来てるね。ただ斬新なネタ、これどんなネタと思ってワクワクしながらこう読み始めた、うん、このネタなんですよ。ほぼクエスチョンマークで埋まってる。これは斬新。いやいや、それはさ、はい、そのもう化けちゃってるってことでしょ。ほぼクエスチョンマークです。オチがいくつだな、15個ぐらいのクエスチョンマーク。どう発音すんのよ、それ。いや、それは残念だね。それ正式なのまた送ってもらった方がいいんじゃないですか。文字化けですかね。うん、2015年。これ、メールのアドレス読めないからね。うん、2015年3月10日、20時59分、ジャストに送った人です。文字化けしてます。うん、なんか名前はないの？そのラジオネームみたいなやつはないんだ。ない。件名。だラジオネームも文字化けしちゃってんの、多分。だこの人、かわいそうだね。作家志望ですだけ文字化けしてない。件名の。なるほどね。ここは言ってもいいのかな？ここは言っちゃダメだよね。ここもダメだよね。アドレスのドメインっていうの、これ。ああ、やめとこう。どこの会社か。一応ね、一応やめとこう。どっから送られてるくらいはいいんじゃないの？その、パソコンなのか。携帯から送られてます。あ、この人、かわいそうだね。うん。まあ、あと結構、まあまあの下ネタもあるし。うん。このなんかラジオでしか話さないだろ、そのネタっていうのを盛り込んでくる人もいて、の、うん、反省、うん、罪悪感、うん、一切言葉に感じられないね。とにかくお前が言ったから腹が立つ。これでしたね。お前さえ言わなければ。うん、俺は、うん、今でもうまいことやってた。うん、俺、結構、なんか、
愚行剣っていう言葉でいいのかな、なんかこう、例えば、浮気してる人がいても、なんか芸人だったら、なんかあんま良くないかもしれないけど、ちょっと面白いと思う人間なんですけど、で、それを、なんかその人の幸せや、その人の人生を楽しむ度合いを下げちゃう。つまり、迷惑をかけたら、やっぱり、糾弾するべきだって思うような考え方してるんですよ。だから、タバコを吸いまくってる人は大いに結構なんだけども、その、副流煙を吸うってなると、それ違うんじゃないと思うの。なるほどね。そんなんあるじゃん。まあまあそうだね。わかる。だから、クジラの浮気に関して、あいつ浮気するのは別に俺知ったことじゃないの。そうだね。そう。だけど、いろんな人の時間とお金を奪ったから、あいつは。それはやっぱ糾弾されるっていうラインに入ってくるんだよね、俺の考え方で。なるほどね。だから、お前も今、なんか大会に出てるだろう。なんか、お前すげえ、なんかプールにいるだろう、今。プールにいる。プール、毎日プール。で、今度ライブやんのよ、俺たち。で、漫才をさ、稽古しなきゃいけないんだけどさ、もう何 ?2 週間ぐらい、仕事の後全部プール、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 プール。もう全然漫才のネタ合わせできてないんですよ、今。あと、まあ、あさってだぞ、ライブ。そうね。それは、オードリーの漫才の、に迷惑をかけてるから、俺はやっぱ糾弾しなきゃいけない。いや、でも、もし、漫才の稽古に支障がなかったら、俺はお前のプールを糾弾しない。まあ、糾弾って言われても、まあ一応ね、私もなんか、趣味でね、遊びでこう言ってるわけじゃん。あれ遊びじゃないの？遊びじゃないわ。あ、そうなんだ。遊びじゃないよ、そんなもん。遊びで水が入る。遊びじゃないわよ。遊びじゃないわよ、プールは。ちょっと歌ってよ。それだったらちょっと歌ってよ。お願いしますよ。例のやつでいいからさ、頼むよ、遊びじゃないわ。いきますよ。てでってでで、てててて、てでってでで、てててて、私はふん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 、ふふふふんふん街角で、ふん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 なかった。全然知らねえじゃないか。いやサビまで行きたかったんだけどちょっと突っ込みたくなっちゃってさすまないね遊びじゃないのよプールはだそうだ遊びじゃないのよプールは、はあですよいや今さ、会社がさうちの軽ダッシュガレージ、ステージですね軽ダッシュステージもうちょっと広いのよ規模は、ガレージじゃないのよこんなのうちの社員本当にキレるからな若林がガレージって言ってさいい加減にしろみたいな冗談通じないから冗談通じないのお笑いの事務所の社員が常識を持ったタレントじゃないとやっていけないよ、うちの事務所。ふざけるな、お仕事。ふざけるな、っていうことになっちゃう、ね。難しいね。難しい。今、冗談で言ってんだよ、携帯書が。いや、それはもちろん分かってるよ。取ってくれないですよ。月曜の事務所会議に上がるんじゃないか、議題として。若林さんこんな言ってたって。天狗だっつってこと。まあ、それはいいんだけどさ。一回凹まそうっつって。うちのさ、事務所はさ、最近俺のラップに注目してんだよ。もういいことじゃないですか。いい題材を見つけて、なんかこう、なんか、歌作って、なんかもう盛り上がったら面白いなみたいな。このまあライブとかで歌うとかなんかあんじゃない、楽しいじゃない。いいんじゃない、いいじゃない。今のちょっと良くない、何遊びじゃないのよ、プールは。に俺が、ラップで、お前がこう、そうコーラスとか入って。その、俺がそのサビの後にラップで入ってくみたいな。なるほどね。ちょっといいよ、コラボしようよ。もうね、歌詞ももう結構多い。ふん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 が。そうだね。あ、そのまま行く。そうそうそう。ああ。で、ほら、遊びじゃないのよ、プール。はっはーみたいな、それ。あと入ってくる、ラップが。あ、その後ね。なるほどね。遊びじゃねえんだよ、つって入ってきて。なるほど。ああ、いけるね。ちょ、見えたな。うん。原曲のね、方々がさえ OK してくれれば。そうだね。まあカバー、カバー。私は、ふんふん、歌詞カードが、ふんふん。街角で、ふふふ。あ、いいじゃないですか。いや、いいと思うんだよね。なんか、アルバムかなんか出した時に一曲ね、入れておいてもらいたいですよ。確かにそうだよな。コラボしたっつってさ。
なんか結構クジラさんはね、あの、うん、性に対して探求心が深いらしいんだよね。ああそう、うんうん、なんか俺の前で語ってて、なんだって何探求心が深いって言って、うん、いや例えば相手がさ大人のおもちゃとか好きだったら俺全然買って持ってくし、なんかそういうのあのなんだよその話しょうがねそれのスペインのビール飲みながらなんかちょっとカッコつけて喋ってるわけでしょ。なんかカッコつけてっていうか自分がなんかものすごくできるやつみたいに喋る、うん、ああなるほどね、うん、できて理解もあるしと、うん、うん、なんかね誰みたいな感じって言えばいいかな、なんかうまいこと言えないんだけど、うんうんうん、結構例えば売れてて、うん、なんかこういろんなこと分かった上で仕事してますみたいな人の感じで喋ってる、うん、うん、なるほどね、うんうん、どっから責められても返せますよみたいな、うん、雰囲気。そうそうそう、で最初あの電話かかってきて飲もうかって話になった時は、うん、新宿で、うん、高校の時の同級生と飲んでたのよ、クジラさん。クジラさんは、うん、でなんかつまんないっつってた、久しぶりに高校の同級生と飲んだけどつって、なんでって聞いたら、うん、いやみんな今の話しないからさつって、昔の話ばっかりするから、うんうんうん、それ知ってる話だからつまんないんだよねつって言って、で今一人でこう飲んでんだけどつって言ったら、うん、じゃあ行くわつってね、タクシーで来たね、クジラさん。ああ、タクシーで来た、かっこいいね。で、うん、今その話俺すげえ怒られて、したらタクシーで帰ってって、その後うん、あ、怒って帰ってた。うん、バイトしてんのかな。うん、バイトはしてないんじゃないの。してないよな、うんうん、バイトしたって話一回も聞いたことあるね、そういえばね。確かに俺らデビューして15、6年、そういえばね、そういえばそうだな、バイトしてんの一回も聞いたことない。あれでしたよね、なんかビリヤード場かなんかで、あれはバイトじゃないんだ。ビリヤードだって親がやってるビリヤード場、あれ親がやってるビリヤード場でバイトちょっとして時給1時間6000円ぐらいってすごいね。でもまああれだぞ、さんま御殿出て、ビル2本持ってんの、あいつんち、うんうん、ビル2本持ってんすよこいつっつって、さんまさんとトークしたら、うんうんうん、二度と言うなって言われてビル2本持ってるって。あら、うん、怒られたよ。なんでよ。ボンボンだと思われるからですよ、ね、ああなるほどね、うん、一応なんかこう見られたいみたいなのはあるんだね。理想というか見られ方とかはやっぱりあるんじゃないか、やっぱりな、気にはしてるんだね。まあな、うん、いろいろあるよな。でもしょうがないよね、うんうん、ボンボンだし、うん、浮気もするし、うんうん、それはもう言われるかどうかじゃないでしょ、もうね、うんうん、言ってあげなきゃダメだよ、逆に。若林さんも発信していかないと。発信していく、うん、あ、そういうことをね、うんうんうん、で怒られても何とも思わないんだから、もう無敵じゃないですか、うん。そうだね、いくらかって思ったところで、なんか、うん、なんか不思議と何も思わなかったな、うん、お前が言うからだよみたいな、うんうんうん、話になっちゃったもんな、うん、結構東京のお笑い界でも有名な話になってるみたいね、うん、それが。何が。あのクジラさんが浮気してた話が、うん、お前のせいだ全部って言われて、自分が浮気したことに対するなんかその後悔反省一切言葉のあれ謝られなかったしな、一回も。 なんかそれに関しては、あの向こうからの謝罪はもう一回もないですよ。そのあの、あ、そう、それ俺とゴンとかタイガーさんとか全員に対してもね、それ、え、悪かったっていうのは。若林さんなんかだってその結婚式の司会やったわけだからさ、うん、それはないないない、それは本当ないよ、っつって、ごめん申し訳なかったっていうの一回もないよ。うんうん、それがだからさ、うん、ネタにしてするんだったらさ、うん、まあしてもいいってなったら別に謝らなくても、まあ最悪いいじゃない。うん、もう 言ってくれと、まあ言ってくれとまで言わないかもしれないけど、うんうんうん、言ったことに怒るっていうのは、うん、よくわかんないね。怒ってたなあ、俺が先週言ったってことに関してな、うん、今週も怒られちゃうかな。まずいなあ、これは。うん、まずいね、まずい、うん、うん、言うやすくらうかもしんないよ、やるかもしんないな、うん、でもしょうがない。だからタイガさんについて怒ってたよ、タイガさんに。タイガさんに怒ってた。怒ってた。藤原さんが、うん、タイガさんに怒ることは人ともないじゃない。怒ってたよ。何、あいつはね口数が少ないっつって、
もっとみんなと飲んでる時とか、うん、あの移動してる時に自分から喋らないと、うん、バラエティ対応力がつかないって怒ってたね。もうだってそこそこもいい年でしょ言っても。そういい年だよ。30になって差し掛かりぐらいでしょ。22、3は多分いじれれないでしょ。あっちゃんって31ぐらいでしょ、今。うん、そのぐらいだね。じゃあ、すごいわ、あれ。衰えた。ちょっと楽しみだね、楽しみ、まあ。クジラもね、だから、三四郎とウエストランド来るぞって言ってたから。やっぱその辺の感覚はね。感覚は鋭い、鋭いよな、うん。来るじゃなくて、クジラさんだったら行くだけどね。その上にいないわけだから、己が。来るじゃなくて、行っちゃうっていう表現の方が正しいと思うよ。私はね。なるほどね。お前どこの場所さっきはそれすごい気になってて。来るって何だろうなって。なるほど、うん。なんかライブシーンはやっぱり自分のことをいじらせないプライド高いやつが多すぎるって言ってたね、クジラさんは。そうなのかなと思って聞いてたんだけど。ちょっと私、ちょっと久しぶりに会いたくなりますね。今のお笑いについて聞きたくなるね、ちょっとね。あ、春日、自分のこととか聞いたら面白いと思うよ、春日、ね。ああ、そうね、うん。どう見てるのかとね。そう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 。うん。まぁ、あ、ちょっとその、はがき職人の方を、ちょっと、あの漫才ゆっくり読ませていただいて、っていう感じで。うん、ということで行きましょう。日レイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい日レイ。愛の大学。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。あのちょっとメール読みたいと思うんですけど、うん、ラジオネーム作家志望24歳という人の、メールなんですけども、はい、オードリーさんこんばんは、うん、作家になるにはどういった条件があるでしょうか、うん、社会性やお笑いのセンス他に必要な要素はありますか、うん、僕はお笑いの漫才のネタだけ書いていたいですっていうのがなるほど来てますけども、うん、ちょっと聞いた方がいいけどちょっと里見と制度さんちょっとブース入れますか申し訳ないんだけどそうかちょっとたまにはさ、ね、奥田たいもんうん、申し訳ない。54分までしか喋れないんだけど。まあ我々よりもね。今聞きました。知ってるだろうから。漫才のネタだけ書いていたいんですって。それは難しいですか？無理なの？それは無理なの？無理でしょう。奥田さん、無理。無理ですね。無理なの？いや、なんとかやらせてあげてよ。いや、無理だよ。無理？漫才のネタだけ書いて、おそらく僕の予想ですけど、多分、4000万ぐらい月稼ぐ。いやいや、もうじゃあ、もっと無理だ。無理なの？生徒さん無理ですか？漫才のネタ。趣味としてやる。仕事としてじゃなくて。で、やっぱ仕事の、うん、作家の仕事と、で、ライブって儲かんないですもんね。まずね。ライブは無理。だって、その、お金の流れ的にね、うん、広告がついてるわけじゃないし、うん、お客さんのお金と演者の、なんか、そう、なんだかんだで、舞台の装置で、ほぼチャラになっちゃうもんね。いや、ダメだよ。漫才のネタだけ書いてない。もう、諦めよう、その人は。で、まあ、リサーチとか、あとは、まあ、台本書いてあり、もう、でしょ。ナレーションとか。ナレーションとか書いて、だってさ、事務所入るパターンとフリーでやるパターンがあって、事務所入って、事務所で作家見習いの最初の1ヶ月、電話番しかやらないとかありますもんね。適性を見られるみたいな、ね。適性をね、うん、我慢できるかとか、うん。いわゆるその作家の仕事ができるようになるっていう何年ぐらい経ってからなんですか？いわゆるなんか企画書書くとか、いわゆる、イメージする作家の仕事、うん、人によりっきりだけど、でも1年、うん、2年経ってもまだ企画書の人いるよね、いっぱいね。いっぱい。企画書の書き方からね、うん、学んで。企画書うまいねとか言われる人いるのよ。ああ。そこ別に褒められたくない。パターンありますよね。いや、ちょっとサッカーあるあるで盛り上がんのやめて。なんか、パターンありますよね。ネタ書くの上手な人、そうそうそう企画書書くの上手な人、リサーチ上手な人っていう。あと、うん、人当たりがいい人。人当たりが良くてお仕事いっぱいもらう人も、この複合的でもあるし、どれか一個でもあるし。っていう人が。ネタと番組とちょっと違うもんね。制約とかも知ってなきゃいけないし。
だからなかなかだから食べれるようになるまで大変ですよね、非常にね。じゃあ漫才のネタだけ書いていたいなら趣味でいかがですかと。そうしましょう。だと思います。いうことになりますか、この人。飯は食えないと。24歳。どういう気持ちで今ラジオ聞いてるの。とりあえず最後まで聞いておいてほしいね。消さないでほしい。とにかく、うん、頑張りましょう。すいません、ありがとうございます。私のね、うん、未来ロケットっていう番組、レギュラーでやらせてもらってたのが、うん、今度終わるんですよ。あ、そうですか。で、最終回をね、うん、撮ったんですけど、うんうん、落語家を目指してる、うん、女性と、うんうん、あとはまあこう音楽やりたいのか、なんかこう映像監督になりたいのか、ちょっと夢が定まらない女の子と同居してるっていう、やって、で、前言ってたやつね。クローゼットの戦いがあったっていう。で、もう一人モデル志望の女の子が、入居したんですけど、現場を、プロのモデルの人の現場を見に行くっていうの、現場見て、プロのモデルさんの話を聞くっていう、企画をやった後に、うん、私には無理ですってすぐ帰っちゃった。ですよ。ああ、まあまあまあ、それもね、一つの決断だから。で、それも最終回になる。うん、家をずっと8ヶ月、うん、ずっと住んできたんですよ、その、ラクミンとマリエちゃんって子が。うんうん、で、いよいよ、最終回だから、うんうん、これ結構感動になるぞと思って、V 行く前にね、思ってて。なるほど、そうだよね。長いもん、結構ね。結構感動になって、で、うん、高畑充希ちゃんと増田くんも一緒にいて、うん、結構感動の空気になって、どうやって V より話し回そうかな、考えながら見ないとな、なんて思ってたんですよ。したらね、うん、思いもよらぬ方向に行って、うん、その二人の女性と、うん、その、密着してた、女性ディレクターが1対2でめちゃめちゃ仲が悪かったっていうテーマで終わったんです、うんうん、すごいでしょ。そうでしょ。びっくりしてよ俺それ。ものすごい後味悪いけどリアルな終わり方で。え、それもうそれ終わり？終わり。だけど最後の和解したとかはなくて、最後だからその女性ディレクター仲が悪すぎるで、うん、もう別のスタッフが行って、うん、その女性ディレクターのことをどう思ってたかって言って。そしたら、突然入ってきて、うん、カメラ回してて、うん、あの時の気持ちについてどうですかって聞かれるんですけど、なんか誘導するんですよ、私たちのコメントを。つって、二人がめっちゃ怒って。で、それに関してはどうなのつって、女性ディレクターの人に振ったら、うん、いや、ノックして入ってきてくださいとか言うんすよ、みたいな。うん、いや、こっちは、その、うん、常に密着するよ、つって、家賃はこっちが払ってるもので、うん、そういう条件のもと始まったのに、うん、ノックしなきゃ入っていけない。で、ノックして入らないでくださいって言われたら、こっちはテープ取れないですから、それはもう密着でもドキュメントでもなくなっちゃいますから、うん、向こうは急に入ってきて、急にそんなこと聞かれて、もう、ものすごい険悪なのよ。で、ちょっと詳しくは見てほしいんだけど、うんうんうん、で、V 降りて、うん、それでもさ、最終回だし、うん、うまくまとめたいじゃん。まあそうだね。でもそれぞれの夢に向かっていくわけよ。うん、だから、まあこうやってね、その、うん、すごく定点が、ね、春日さんも経験あるだろうけど、うんうんうん、定点が置いてて、ストレスも溜まってたのよ、女性たち。8ヶ月過ごして。で、ディレクターももうみっちゃかで毎日寝泊まりしてるから、うん、みんなストレスが溜まってた。うんうん、だから、うん、何年後かにまた会って、うんうんで、うん、あの時はああだったねっつって、それぞれの現場で頑張ってる、こういうことですよねっつって、うんうんうん、まとめようと思ったら、うん、女性ディレクターが、うん、いや、もう、会いたくないです。いや、頼むぜ。向こうも会いたくないでしょうし。何それ、すごいね。斬新だね。すごいぜ。でそういう約束のもと入ってるから、うんうんうん、取れる、いつ取ってもいいってことですよねっていうのが、ディレクターさん側で、うんうん、それのにも誘導してて、急に回されても、うんうん、なんかっていうのが、そっち、意見食い違ってるのよ。まあまあ、それはもうお互いの立場で。せめて、それぞれのね、未来へ旅立っていきましたみたいな終わりかと思いきやら、うん、ハードな仕事になってよ。なかなか珍しい。いやー、リアルだったわー。はあ、
ぱそこまでリアルに、まあ、行こうっていうことだったんだよね。そこは無視できないぐらいもう確執があったってことだね。あんだけクローゼットで喧嘩してた二人がもう一致団結しちゃって、はあ、あれはないよねみたいな。なるほどね。共通の敵ができたから。いや感じで、まあちょっと今回ちょっと見てほしいものについてもう一個喋っていいですか。動物バーンっていう出ました動物バーン出ました出ました動物バーンイエーイありましてなんで今一個かかったんだ。いやあの僕ねその前にまず一個話しておきたいのが、うん、この間気づいたんですけど僕ね、うん、先言うの失礼だけど、うん、そういうことじゃないからねテレビで漫才やるってまあまあまあねまあ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 ね春日の、こまるちゃんのことだろみたいな、こう書いてあるんですけど。ツッコミが？すぐ伝わらないですから、ね、ラジオだけで別にやるわけじゃないかったりするんですけど。そうだね。これはなかなかね、うん、でもさ、なんか、さっきも前室で話してたんだけどね、うん、こう、なんて言えばいいかな、なんか大変だよね。うん、知り合いの作家さんとか増えてくるじゃない、うんうん、飲んだりするとさ、うんうん、作家さんって大変だよな。あ、そう。あ、何が仕事があんま分かんない仕事の仕事をさいただくにあたって、うんうんうん、まあ、こんな話を俺がするのもなんだけど、うん、総合演出の人がね、うん、作家さんのキャスティング権を握ってたりする場合ね、うんうん、その作家さんが、うん、あ、違う、総合演出の人が、うん、こう熱い人が好きなのか、うん、それでなんか会議中に僕ちょっと違うと思いますみたいな、うん、人を好きなタイプか、ね、うん、言うことだけを聞いて、うん、全てやる人が好きこう見極めたりしながら、うん、ゴルフとか麻雀好きだったら行ったりとか、うんうん、その言うこともあるんですって。そういうタイプじゃがっつりテレビの話ばっかり好きっていう人もいて、そう、あ、そう、結構売り込みというか、うん、まあ、売り込みリサーチもか、はい、人付き合い、はい、結構大変なんだ。総合的にやんないとダメなんだね。いや、だから、うん、それ、皆さん、こう、つけ焼き場の皆さんはどうか知らないけど、うん、その要するに、ある意味サラリーマンよりサラリーマンっていうのを知らずに、うん、こう黙々と書けばいいっていうことでイメージしてくると、うんうん、コミュニケーション能力が非常に必要だと。あ、そうなんだ。いう話にさっきこう、なって確かにな、みたいな、うんはあ。人付き合いもしながら、仕事を取ってくる、うん。で、そのお笑いばっかの仕事じゃない、これリサーチ。なるほどね。とかあるわけじゃないですか。ね、だから奥田大がゴシップをすごい持ってる。そういうことなんだ、ね。いろんな人と会ってるから。やっぱり、そこはね、まあ話の一つのネタというかね。はいはい。だ仕事のためっていう部分もあるわけだ。飲み会行ったりもするでしょうし、そういうことね、うん、イメージなんかこう黙々と書いてるみたいなイメージがあるんじゃない？そんなイメージな。企画書、まだ企画考えて。いやいや、もう営業マン、サラリーマン以上にサラリーマンですよね。っていう方法っていうこともあるのか。タイプによるのかな。うんうんうん。で、そうですよ、それは。でさ、それって矛盾してるよなって話になったのよ。うん、パソコンとかでさ、うんうん、書いたり、ラジオでハガキ職人で送るのが好きな人っていうのはさ、うん、こう面白いことを見つけたり、自分でこうアウトプットする人っていうのは、どっか世の中をこう、うん、一回真正面であるものを掴んでみて、斜めにしてみたり、うん、回転させて裏から見たりして、面白いことを考えたりするわけじゃん。うん、それ結構黙々としたね、作業ですよ。わりかしインドアじゃないですか。まあそうだね、それその人がこの業界に入ってから、うん、あの人ゴルフ好きだからゴルフ行こうかなみたいなこれは距離ありますよ。だからもうほぼ別の人間にならなきゃいけないぐらいの、もともとね営業マンの就職活動しててそうなるってことじゃなくて、もっと裏入った人たちだ、きっとハガキ職人の人ってまあそうだよね。これが多分大変なんじゃないですか。どの程度はずかい、コミュニケーション能力っていうのが、いる職業って言っていいよね。うん、なくていいってことじゃないから、こう矛盾してるよな。こういうふうに、うん、たくさんハガキ送ってくる人が、なるっていうの。うんうん、そうね。だからうちの、ね、そのチームつく焼き場なんて、業界のいろんなチームあるけど、うん、最も緩いと思う、俺は。
そんなことなんですか。いや、緩いっていうのは、うん、この人たちに好かれなかったらもう多分アウトだよ。こんな緩い人たち。なるほどね。この人たちにちょっと喋りにくいなって思われて多分アウト。で、夏の、そこ見るかっていう人たちとかいっぱいいるじゃん、テレビの業界でも。その人、うん、人間を映す職業してるから、もうやっぱ、そう、長けてる人たちだから、うん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 。で、それだけ人のそのなんだろう、プライド高い人、本当はバカにしてるよねとかに、こう、すぐ気づく人たちの中で、うんうんうん、このチームつけ焼きは気づかない方じゃないけど、それにしても緩いと思う。だって俺、里光としか知り合いじゃなかった時に、うん、聖堂さんと出会ってズブズブの中になったからね。うん、俺がもうその、コミュニケーション能力、コミュ障と今言われるようなことのもう、てっぺんの時代よ。カズワさん知ってるだろうけど。はい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 、はい。その時はもう聖堂さん、うん、もう、入り時間の1時間前に行っちゃって俺、うん、当時はラジオ日本に行って、うん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 、いや、聖堂さんね。入り浸ってたんだから、俺。そうだね。うん。そうか。で、マネージャー来たら喋れなくなっちゃう。難しいね。難しい時代だった。キャー怖いっつって。あんまりトークも走んなくなっちゃう。その時代に、うん。まあ、だから、奥田隊なんかもこう、いろいろこう、教えてくれるタイプの方なのよ。うん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 、なんかこう、なんだろうな、うん、なんか、うん、そうそうそう。うん、だから、そのぐらいの人間関係のことができるやつとなるとだよ。うん、そう、一回会ってみないとってことになるよな。まあ、そうか、そうだね。大変な職場でいっぱい仕事取ってくるの。軌道に乗っちゃえばね、そこそ信頼を得ればさ、あの人こういうの書くのが得意とかなるから、あれだけど。なるほどね。いや、俺もあれだからお笑い好きだったからさ、うん、春日がお笑いやんなかったら放送作家になろうかなって、ちょっと思ってたけど、うんうん、俺絶対無理だったと思う、俺。ああ、そう。無理。俺絶対無理だったね。うん、だって言ったらまあ芸人の方がまあ向いてるわ、向いてた。ギリギリさ、芸人ってさ、うん、そんなに楽屋で喋んなくてもネタ書いて二人だけだったら上がれるじゃん。春日とコミュニケーションできる限り。なるほどね。そうか、まあそうだね。で、お前がこういじられたりしてたから、うんうんうん、聞き切りは大丈夫だったけど。ああ、そうか。でもよく話すんだけど、うん、あの吉本の先輩と飲んだ時に言われたけども、うん、この話したから、うん、吉本の楽屋だったら多分無理だったよって言われたことある。俺。ああ、そう。うん。喋、うん、らないとすぐいじってくる人し、いるし。なるほどね。お前なんだお前それ、天才気取りかみたいな。あの、舞台だけで喋ればいいかみたいな、センス芸人かみたいに多分なるし、で、あの胸張ってゆっくり歩いてくる漫才なんて作り出したら、なんだ、あの、あの、なんかその、今までにない漫才気取ってんのかって、絶対いじってくる人がいるんだって。で、だ若林くんの精神力で無理だっただろ、それ言われたらって。K ダッシュだから何も言われなかったけど、みたいな。ことを話したことある。はあ、そういうのもある。そっか。なんでゆっくり出てきたあれって先輩に言われてたよ、多分。誰かいじるから、つって。なるほどね。そうなのかな、なんていう話しててさ。はいはい。でもそうかもしんないね。あんだけいたらね、人数が。そうそうそう。芸人だったらいじりたくなるだろうね。そうそうそう。うん。いやさ。なるほど。今さ、オリラジのあっちゃんってめちゃくちゃ面白いな。の、うん、この間さ。よかった。びっくりしたよ、テレビ。うん、もう裏とかあるから喋っていいか分かんないけど、うん、大丈夫かな、うん、高俊さんの番組だったんだけどさ、うん、あっちゃんがプレゼンしてさ、紹介するんだよ、うん、その、うん、あの、般若が今面白いっつって。ほうほうほう見た？なんか、カナダくんが言ってることが薄いっていうのを、あっちゃんがプレゼンすんだよ。ついに、で一時期さ、うん、俺たちドン出て、ハンニャとかがドンって出た時に、ハンニャの後ろで踊らされてたんですよ、みたいになって、うん、今度また俺たちがやっぱり地形強いから、うんうん、今度、
ハンニャをいじってんだなぁと思ってテレビ見て。ああ、なるほど、ね。で、ね、ハンニャ・カナタはね、うん、国産の車しか乗らないみたいなのが、なんか V で流れてて、ハンニャのカナタが国産の車でバーって現れて、うん、なんで国産しか乗らないんですかってインタビューされたら、うん、やっぱ日本ってものは、うん、いいものしか作、いいものを作るんだってことを、うんうん、もっと日本人として感じたいじゃないですか、みたいな V が流れた後、うん、あっちゃんの一人インタビューみたいな V が降りて、うん、あっちゃんが、うん、聞きましたか皆さん。うん、薄いでしょって言って、多分彼ね、うん、日本の職業自給率知りませんよ、うん、つって。おお、面白いね。すげえ時代だなと思って、あの世代のね。すごいなあっちゃんな。すごいね。うん。確かに。驚いたなぁ。驚いたなあれは。その距離の取り方というか、その動き方がすごいよね。あっちゃんね。あれでもなんだろう、うん、向こうの世代は向こうの世代、あれピリピリしてんのかな、あれで。どうなんだろうな。まあ、まあ。そこ掘るかっていうとこ掘ってたぜ。あ、そう。うん。うん。うん。一時期キャンパスナイト富士一緒だった時、うん、楽屋で、うん、カナダが結構大きな声で、うん、ね、世代交代やりましょうよみたいな大声出してる時、俺一人で、うん、うん、って思ってたんだけど、遠くから見てて、うん、そこ言うか、あっちゃんというとこ行ってたぞ。あの時代で、すごいよな。まあでもそれももう、いいぐらいの年齢がなったんじゃない？今度あっちゃんに会って聞いてみよう。うん、どういう感じでやってんの？